よし。はい。プレイステーション2版ドラゴンクエスト8。初見プレイのパート2になります。昨日から始まりました。昨日も同じぐらいの時間帯からやっております。ただいまのお時間2023年9月の5日23時45分からスタートでございます。だいたい3、4時間を目処に考えております。前回の振り返りとして、まあ前回ね、水晶玉を手に入れるっていうイベント、一番最初のやつ、あれをやったぐらいで終わってます。で、それ手に入れて、水晶を渡して、で、すぐセーブしたって感じですね。まあ、続きやっていきまーす。ちょっとね、まだゲームに慣れてない感じはしますけども、3D の感じ、今までのドラクエと違った3D の感じに慣れてないんですけど、早く慣れて、やりたいなと思います。あとテンションね、テンションの、使い勝手とか、その辺がちょっといまいちまだ分かってない。って感じかな。わこいらっしゃい。あれやべえ、放送重い。ちょっと待って、放送重いな。少々お待ちを。よし、やっていこうんじゃ。まあそんな感じの前回の振り返りでした。ではやっていきます。トラペッタ、そうそう、例のごとくね、道に迷いました道に迷うのがね、多分ものすごく迷う気がするね、この先ね、昨日の感じからするとなるべく迷子にはなりたくないですね。迷子になったら仲間に話を聞けと。ピアノ弾けないのかな。こんなリアルなのにピアノは弾けないんだ。でね、この間この街に火事があって、じいさんが一人だけ死んだ。はい。西への賢者の末。ルイネラのおっさんの占いじゃ、ドルマゲスの野郎はトランペッタの南、そうそう、なんか関所があるんじゃなかったっけ。関所って言ってたよね。リーザスって村があったはずです。まずはそこを目指す。リーザスって村を目指せばいいんかな。おーい。なんかほんと明るい雰囲気だよね。街の音楽がさ、すげえ明るいよね。暗い感じを長いことやってきたからさ、すげえ明るい。大きな声では言えんが、ルイネロが復活したときは困ったことになった。復活したとは困った、聞いておったのか。隣のおっさんすげえガン見した気がする。何この人超見てくるんだけど話。ああ。南に行こう。これ最後浜を倒して世界が平和になるよやっぱそうなん。やっぱ定番のそういう感じなんだろうな。なんかそのドルマゲスってやつがそうなんじゃないの。ドルマゲスを倒す旅なんじゃない。ドラクエってほんとマジで最初の方にさ、ラスボスの名前とか普通に出てくるし。あ、そっか、まだ俺外出てなかったのか、ついて。水晶を渡してから。で、どうじゃった、あの娘さんの願いは叶ったのか、どうだったのじゃ。マスターライダスを手にかけたのが我らが追うドルマゲスだったじゃと。
いや、これさ、なんかあれだよね、先にさ、先にこの三人のさ、人間関係とかさ、その辺のさ、深掘りをさ、してほしいよね。この三人はどういう関係性なのかとかがさ、全然深掘りまだされてないからさ。南に向かったというのじゃな。そうしたら俺に言えば、わしらもすぐに奴の後を追うのじゃ。うん。なんでさ、この、三人で一緒に旅してるとかが。まあ、追ってるんだろうけどもさ。全然なんか、深掘りされてないよね。私も最初はすごい疑問に思ってたな。ねえ、思うよね。なんて。なんか一発二発で倒せる敵に対して、一発はまあもちろんそうなんだけど、二発町の人じゃないけど、うん、なんだよこの緑の生物派ってね、なるよね。二発で倒せる敵ってさ、テンション上げる必要ないよね。二ターンだから、同じ二ターンで倒すからさ、二発で倒せる。だから三ターンかかる敵に対してはテンション上げた方がいいのかなっていうのが前回の俺の教訓なんです。なんかその辺に歩いてる、たまにさ、なんだろう、シンボルエンカウントのやつがいるんだよね。そういうやつはなんかちょっと強いらしい。うん。ただの羊だったわ。シンボルエンカウントかと思った。これ石像の方に行けばいいんじゃないの？とりあえず早く世界地図が欲しいな。なんか、いろいろさ、この道なりじゃないところもさ、探りたいんだけどさ、迷子になるからさ、地図がないとさ、鬼迷子になるんだよね。今どこ歩いてんのか全然わかんなくなって。本当はこっちの方とかさ、行きたいんだけどさ。この 3D の感じでさ、地図ないの無理だよね。これ、こんなんね、わけわかんなくなっちゃうよね。こんばんは。こんばんは、いらっしゃい。これはもう道なりに進むしかない。地図が手に入ったら、ちょっと探りに行こう。なんか前回ね、ボスを、結構強いボスだったけど、それ、ギリギリ倒せるぐらいの強さあるんで、まあ、スムーズに進むんじゃないかな。どっかの街に最初行けって言ってたよな。しましまキャット？しましまキャット。12。で、前回なんかスキル、レベルアップした時にもらえるスキルポイントみたいのでさ、剣スキルとかさ、斧スキルとか、コンボスキルみたいのがあって、で、今のところ、イレハ主人公は、剣スキル、ほぼほぼ全振りってほどでもないけど、剣スキルに振ってて、ヤンガスは、コンボスキルみたいのにしてます。ちょっとわかんないんで、詳細が。とりあえず、今装備してるものを上げてみた。あと、なんだっけ、ヤンガス、格闘スキルか。格闘スキルっていうのも上げたんだよね。そしたら、なんか、手になんか装備してない時の攻撃力が上がるみたいな、そんなスキルをもらった気がする。主人公は勝手に呪文も覚えるらしいね。石像。石像行っちゃっていいのかな？こっち側は何なの？
でも敵弱いからこっちで合ってそうだね。なんか急に暗くなった気がする。あ、これ夜になったってことか。急に暗くなったっていうか、これ夜か。わらわら、ね、夜だよね。ああ、そう。夜プラス森だったのか。あれ、街の中もさ、やっぱり夜になるの、昼と夜じゃさ、街の人の喋る内容とか、変わりそうだよね。全然、最初の街、全然、多分すげえ探索ガバガバだと思う。リリパット。そうだね。うん。リリパット。7。いや、結構ダメージ出すね。こいつらちょっと強い。ああ、いいね。まあ、ちょっとだけ強いね、こいつら。いいね、いいね。どうした、急に。スキル上げられるかな。あ、4スキル。どうしようかな。10まで上げとくか。で、魔人斬りとか覚えるんだ。とりあえず、え、斧持ってないんだよな。持ってないものを上げるのなんか抵抗あるよね。なんかね、今そう、今、でもさ、いざさ、強い武器が手に入った時にさ、それが斧だったとしてスキルがないと微妙とかになっちゃいそうだから、斧と打撃上げるか、鎌は、鎌ってよくわかんないからね。悩みますね。ね。打撃斧でいいんじゃない？とりあえず。お、打撃スキル。打撃の基本動作を身につけた。コンボやハンマー装備時の攻撃力、ああ。ポイント貯めときたいよね。そう、ちょっと貯めときたいよね。いざね、なんか斧とか拾った時にさ、全然スキルありませんみたいな。ね、使いたい時に使いたいよね。アップした時に使うしかないと。え、これずっとまっすぐでいいのかな？あれ、ヤンガスも一応 MP 上がってるんだ。スキルポイント2しか上げらんないんだ。勇気にしとこうかな。何ももらえない。なんか主人公はやっぱ勇者っぽいスキルというか、うん、勇者が必要なスキルっぽいのは上げといた方がいい気がする。あ、こいつら強いんだよね。殺される。ちょ、危ない。
強いね。強いっていう、なんか地味だけど嫌だな、こいつが。確実にダメージしっかり削ってきやがる。地味だけど嫌だな、ほんと嫌だな、こいつが。ダメージは普通に重たいんですよ。薬草いっぱい持ってたっけ？いっぱい持ってないな。あれ、これどこまで行くの？俺もうちょっと不安でしかないんだけど、このゲーム。俺不安でしかないよ。前回放送した時になんか単純明快で面白いよって言ってる方がいたけど、なんかあんまり考える必要ないゲームなのかもしれないな。このなんだろう、この 3D のマップの分かりづらさとかに面食らってるだけで、やってる内容単純だもんな。もしかしてすごい簡単なゲームか、これ。なんか肌感でなんとなくわかるんだよ。ただ見づらい、たださ、マップが見づらいとかそういう不具合があるだけでさ、やってる内容はすげえ単純で簡単なんだけど、今のところ。お前たち何者だ？いや、わかってるぞ。こんな、時にこの村に来るってことは、お前らも盗賊団の行くことに迷うこともあんまないかな。ああ、そういう感じか。それが俺がプレイしてて楽しいと思えるかどうかが この先ちょっとどうなるかだな。サーベルト兄ちゃんの仇だ。成敗する。フォルト、いざ尋常に勝負。あれ、タゲ戦うの？え、やっちゃっていいんすか？え、ちびっこやっちゃっていいんすか？攻撃しますよ。あ？なんだ。よく見るかい、この早とちり目が。この方たちは旅のお方じゃろうが。お前たち、ジェシカの、あ、ジェシカってあれじゃないの？おっぱい大きい子でしょ。ジェシカっておっぱい大きい子でしょ？説明書にいるもん。
頼まれ事をしとったんじゃろう。全くフラフラしよってからに。わらわら。そうだよね。なで殴ったばあちゃんも痛いだろうに。本当だね。鍋思いっきりグーパンしてたね。でしか、お嬢様からお叱りをもらう前にさっさといかんか。わーい。すまんね、旅の方。あの子たちも悪い子たちじゃないんだけど。最近村に不幸があったもんで、おっと、まあ詳しい話は村の者にでも聞くといいだろう。この村はいい村じゃ。どうぞゆっくりしていってください。ね、ジェシカっていうあの女の子は村娘ってことなのかな、じゃ。お嬢さんって言ってたから、またあれかな、金持ちの娘とかかな。ちょっとこの村はね、しっかり、もうゆっくりでもいいから、ちゃんと探索します。これ、あれなんじゃないの？また、こうぐるぐるしてさ、探索で時間が解けるゲーなんじゃないの？どうだろうね。なんで、お店の人が全然いない。井戸魔人出てきそう。ん？これ A ボタン連動し、ああ、ダメだ。何もない。謎に地図を持っているっていう。これさっきのおばあさん。おい、あんたはさっきは。はい、いらっしゃい。ゆっくりしてください。続きをまったりやってます。あんたはさっきは子供たちが迷惑かけたわね。アルバード家の噂はどこかで聞いたかい。この村の高台の家がアルバード家のお屋敷。サーベルト坊ちゃんが亡くなって以来、奥様もゼシカ嬢様も家の中で塞ぎっぱなし。気の毒ねな、ならん。サーベルト・ボッチャン？お？ジェシカの兄弟とかってこと？なんか名前がわかりづらいな。サーベルト・ボッチャンっていうのは何？話聞こう。神様、お医者気短いジジイのためで今年も無事にリーザス像参りをさせてくださる。リーザス像参り。ゼシカ嬢ちゃんのナイスバディを拝む時間だけがわしの人生のハートフルタイムだったのじゃ。何言ってんの何言ってんのこのジジイ。わこ、リーザス像参り。なんなのリーザス像参りで。で、リーザス像参りから、なんでゼシカのナイスバディをって。リーザス像と、ゼシカ嬢ちゃんのナイスバディを拝む時間、その二つが人生のハートフルタイムだったってことか。教会で何言ってんだね、何言ってんだって感じだよね。私は旅の商人です。西の関所を取って。ね。この村に来たのですが、関所が恐ろしい力でこじ開けられたように壊されてしまいまして、一体何があったんでしょう。確かに壊れてたな。アルバルト家は、先代が亡くなられて、長男のサーベルト様が捕獲して、ああ、なるほど。うん。で、それが、お亡くなりになったってことでしょ？ね。こんなことになろうとは、残された奥様とゼシカ嬢様のお気持ちを思うと胸が塞がる思いです。特にゼシカ嬢様は落ち込んでいらっしゃる。なるほど、兄弟、兄貴お亡くなりになってるんだ。なるほど。この最初の初期のさ、主人公ヤンガスとあの緑のお化けとさ、その三人の素性がわかんないけど、ゼシカの素性はわかったね。
のお化け、わら。名前は覚えてない。名前なんだっけ、あの人。名前、人の名前覚えれない、俺。ヨーダみたいなやつ。トロでね。トロでか。ハエマドウみたいなやつ。そう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 。ハエマドウっぽい、確かに。トロでか。サーベルト坊ちゃんは家柄とかで引っ張ったりせず、自分から進んで村の用心棒をしてくれてた。あんな人のいい優しい子が殺されちまうなんて読もうっす。戦績で今の評価くれるで、あの人。戦績で今の評価？今の評価？あの人？あの人ってどれ？スターとかセレクトだっけ？え？どういうこと？ああ、そういうことか。ああ、あの人って、トロでの話ね。はあはあはあ、トロでの話か。戦闘回数59倒した。追い払った。勝利。全滅。ちょくちょく見るといいで。なんかわかるのこれ。的確な戦い方のアドバイス。へぇモンスターリストとかは別にいいや。今のわしらに足らんのは呪文の使い手。うん、わしが2歳若ければ呪文もバリバリだったんじゃが、だって。なるほどね。何？どうした？え？今の何？今のパンナップ何？上にあ、なんだ？え？街の中で歩いててさ、夜が朝になったりすんの？外だけじゃないの？時間経過すんの？じゃあ、あれじゃんね。街の中でもずっとぐるぐるしてたら急に夜になったりするってこと？こんにちは、旅人さん。ここはリーザス村です。え、ドルマゲルスを知らないかですか？さあ、あいにくですけど、聞いたこともあります。あ、そうなんだ。街の中でもか。あ、なるほどね。そうなんだ。大木槌。あ、なんか良さげなの売ってるじゃん。買おうか。あ、ブーメランだ。ブーメラン。あ、ちょっと待って。石の斧とか出てきちゃったよ、ほら。スキルないやつ出てきちゃった。ブーメランあった方がいいんじゃないの？そうか、こういうことがあるんだな。あ、でもさ、どうしよう。え、大木槌でいいんじゃないの？斧とかいんないだろう。大木槌があればいいんじゃない？ 42 だし。とりあえず。ブーメラン買っといた方がいい気がするな。これそうか。多分これスキル、性があるからさ、攻撃力がさ、そんなに差がないの、そういうことだよね。あえてさ、これ石の斧とか高いけどさ、大木槌と攻撃力にそんなが差がないっていうのは、これはだからさ、スキル性があるからだよ。今までのドラクエだったらさ、やっぱ、石斧これ50ぐらいはいくでしょ、今までのドラクエだったら。大木槌が42だとしたらね。で、この攻撃力に差がないのは、だから、弱いとされてる武器でも、その人が打撃スキルを上げてれば、そっちでもいけるよっていう優しさのために、あまり攻撃力に差をつけてないんだと思います。多分ね。なので、銅の剣でもいいんじゃねえかっていう感じだけど、全体攻撃のブーメラン欲しいんで、ブーメラン買おうと思ったけど金がなかったです。
売ろう。このスキルシステムはあんま好きじゃないわ。あ、ほんと、俺もまだ慣れてないから何とも言えないけど。でも今俺が言ったのって多分そういうことだよ。俺は。武器にそんなに攻撃力の差がないのはそのせいだと思います。ブーメラン買っとこうか。ブーメランスキル上げとくか、じゃあ。これ、ブーメランスキルとか言ってさ、ブーメランがさ、最終的なラスボスの時に何を装備してるかが重要じゃない?って考えた時にさ、スキルがさ、主人公、剣スキル、槍スキル、ブーメラン、格闘スキルってあるわけじゃん。やり直しが効かんしな。うん。ラスボスにさ、ブーメランってことはないでしょ。要は、主人公専用の最強の武器がありますって言われたときに、ブーメランが最強の武器ってことはないんじゃないかなっていう俺の読みからして、どう考えても剣スキルを上げるのが、今はブーメランの方が便利だけど、やっぱ剣スキルを上げといた方がいいんじゃないかな、と思います。これはもう俺の想像妄想の話です。どうでしょうね。うん。想像妄想の話だから。いつものごとく初見プレイやるときは俺は自分なりの考察を入れながら喋ってるだけなんだよ。合ってるか間違ってるかはわからんけど。ちょっと防具が買えないなぁ。でもそうなると、今までのさ、ドラクエとちょっと違うところはさ、この格闘スキルって気になるよね。ヤンガスも主人公も格闘スキルがあるんだよね。素手でしょ?素手スキルってちょっと、魅力あるよね。格闘スキル上げて武器とか買わなくてよくねっていう。一回貯めて、境界でセーブしてから振って習得スキル覗き見してたわ。ああ。まあそうなるけどね。あれ?武器を買わなくて良さげなさ、格闘スキル上げようかな。こう来たじゃん。あ、こっちか。聞いてください。ついさっき、ゼシカお嬢様のフィアンセとかいうやつがお屋敷の中に入っていったんで、え?男持ちなの?あいつ。あの子、男持ち?あんな見るかにスケベそうなやつが、ゼシカ嬢様のフィアンセだな。ああ、それ系か。それ系か。勝手に言い寄られてる系かね。なんかあれだね。今までのドラクエにないさ、露骨なエロキャラなのかな。露骨なエロキャラっていうか、露骨な性的キャラなのかね。ゼシカって。露骨じゃない?あの肉体は。ようこそ、こちらはアルバート家のお屋敷です。今までのさ、ドラクエにそんなキャラいなかったよね。エロ売りをしている。完全にエロ売りをしている気がするんだけど。なんかさっきのじいさんもナイスバディがどうたらこうたら言ってるしさ、エロい目で見られてるとかさ、多分ね、今までにないキャラクターですね、ゼシカは。まあちょっと性格とかその辺がね、ちょっとわかんないんで。ちょっと早く絡みたいね。とりあえず今までのドラクエには似たようなキャラはいなかったようなタイプのキャラクターっぽいね。金持ちだな、やっぱ。以前はこの家に用心棒なんて必要なかったんですが、サーベルト様が亡くなられてしまい、急に私が雇われることになりまして、また新兵なわけです。そういうわけですから、屋敷の中はおかしな真似は絶対にしないでください。窃盗だ、窃盗。盗みまくってやるぜ。広っ!ちょっと待って。屋敷の中ちょっと広すぎるんですけど。予想の倍広い。外から見たときこんな広かったっけ?こんな迷うわ。何もない。
は迷うな。迷うっていうか、酔うな。これは酔うわ。私は見たんだよ、奥様とゼシカお嬢様が派手に喧嘩してるのを。喧嘩の内容かよくわからないけど、確か、仇がどうのこうのって。ああ、仇を取ろうとしてるってこと？東の塔の鍵はこの村のものしか開けられない秘密がある。なのに、塔の鍵が開いていたもんで、サーベルト坊ちゃんは中の様子を見に一人で東の塔に行った。そこを何者かに狙われて。チーズ。チーズってなんだ？美味しそうな名前してるけど。ポーポの好きなごく普通のチーズ。一回使うとなくなる。あ、なに？私ね、ゼシカ女王様のことあんまり好きじゃなかったっていうか、正直苦手だったのは内緒の話。私たちメイドとはあんまり仲良くしてくれないし、奥様ともいつも喧嘩ばっかり。でも今は同情してる。だってゼシカ女王様が本当に懐いていたのは兄であるサーベルト様だけ。え、この人何通してくんないの？ああ、ただいただけか。ねえ、どっち？え、どっちから来た？え？こっちから来たんだよな。こっちから来て？大丈夫？見てる人酔わない？本当に。俺もう我慢できないんだけど。これ、俺だったら俺のこの放送、嘘、俺だったらこの放送、人の放送でこんなぐるぐるさ、視点変えられる放送俺見てられないわ。あ、そう、平気。俺は、まあ別に楽しんでやってるからいいけど。見えないわ。視点がちょっと近すぎるよね。あと3メートルほど後ろからさ、見たくない？近すぎるんだよね。離れらんないのかな、これ。サンドスのサンディモードはよった。そやな。ああ。3D モードとかあるんだ。これはきついね。俺平気だけど割といろんな配信者さん気にするよね。うん、気にする。気にするよ、これは。気にするレベルだよ。だって俺これ気使ってるからね。一応配信だから気使ってるから。多分俺ね、これ配信じゃなかったらもうめちゃめちゃぐるぐる回してると思うよ。こうやって。もうこんなんだよ。ずーっとこんな感じでやると思うよ。ぐるぐる回して。こうやって。そのぐらいやんないと早く進まないじゃん。でもそれやっちゃうと多分、もう見てらんないんじゃないかなと思って今気使ってる。世界のチーズカタログという本だ。ネズミも大好き。チーズにはとてもたくさんの種類があります。口から火が出る辛いチーズ。これはまたどうでもいい話かな。ゼシカお嬢さんに会いたいんですけど。お前なんか盗賊っぽいんだもん。間違えるのも無理ないぞ。誰にも会いたくないから、誰も部屋に入れるなっていうゼシカ姉ちゃんの命令。この村の人間はみんなどことなく浮かない顔をしている。ドルマゲスがいる気配はなさそうですが、それとは他の問題が起こっているようでガスね。
旅人の服。盗賊の腰身の主人公でいいよ。ヤンガスなんて腰身ので十分だわ。これあれでもなんか早々に3人パーティーになりそうだね。ジェシカって多分仲間になるでしょう。これなんか一緒に連れてってみたいな感じになるんじゃないかな。なんかさっきさ、仇とか言ってたじゃん。喧嘩をして仇って。だから、兄貴の仇をさ、やべえ、見られた。兄貴の仇を取りたいんじゃない？お嬢さん。あなた気をつけて、この部屋は今危険に満ちてる。何？ネズミが出る？私だってネズミ嫌いなのに、退治するように言われちゃう。あれを退治すりゃいいの？壁の向こうはジェシカお嬢様のお部屋。はあ。あれさっきのチーズ使うのかな。あれさっきのチーズこの辺に置いときゃいいんじゃないの。さっきチーズ手に入れたよ俺。普通のチーズ。トーポの好きなごく普通の。わらわら。トーポってあのあれか、ペットか。え、ジェシカお嬢さんの部屋？ジェシカお嬢さんの部屋って。僕こそ、かの有名なラグサット。猿王国の大臣の子孫、子息にして、ジェシカのフィアンセ、調査それが僕。こいつか、エロい顔っていうやつ。今日は、兄さんを失ったジェシカを慰めに来たんだが、ここで思わぬ恋の障害に突き当たった。部屋の前で子供たちが当選坊していつの日も、恋人というのは厳しいもの。なるほど。どうしたらいいんだろう。さっきのネズミがなんか。どういうことだ。どういうことだっていうか別にこれさ、なんとかしろって言われてないから放置でいいんかね。放置かね。なんとかしろって言われてないしね。ああ。あ、なるほどね。なんだ、さっき反応しなかった。はい。すごいね。この視点で。どこにいる？あ、落ちないんだ。
何？これから登れるのかな？ジェシカの手紙、ああ、いないんだ。これだけでいいのかな？あ、ネズミの置物がある。これでもういいんでしょ。多分あれだよね。あれ？多分あれだよね。くっす。一人で行っちゃったんだろうね。仇を取りに。手紙読んでいるのかわからないけど、もし私以外に誰かが読んでいるのしたら、この手紙は遺書だと思ってください。きっと今頃私はこの世にいないでしょう。私は東の塔に行きます。サーベルト兄さんの仇を討つまで村には戻りません。なるほど。家訓より大切なものがあると。私は自分の信じた道を行きます。こんな娘で本当にごめんなさい。私とホルクマルク嘘ついちゃってごめん。私のことを許してね。なるほど。こんな役割があったんだな。あれ？ブーメラン装備してる。へぇ。装備してるものによってあれなんだね。変わるんだ。細かいね。今気づいた。ブーメランじゃん。もう、なんなのこの視点。壁際でもそもそ何やってたの？まさかあの辺にネズミいた。さっきネズミいたよね。まあいいんじゃない？無視して。これもう塔行っちゃえばいいんじゃない？もういい。ちょっと無理。この家の中探索した、もう無理だわ。限界だ。カフェオレが出ちゃう。カフェオレ出る。無理無理。もう俺ここの部屋、いやマジでこの家にもういたくない。無理。こんな狭いところでぐるぐるやっててマジで気持ち悪くなってきた。なので他ゲーと比べられて散々だったのでグラハ本気出しましたね。ああ、なるほどね。ね、このブーメランを装備してるのとか本気出してる感じがするよね。いやでもちょっと。これは酔うわ。ジェシカとかいう手紙の主のことが気になるでガスね。それにしてもさすがは兄貴の飼っているネズミだけあって、トープは随分賢い。東って言ってたな。なんか戦闘したい。もう街とかにいたくない。ちょっともう街に行きたく、もう一回出るわ。ちょっと一旦なんか、街に出たところで、あ、ちょっと待って、ちょっと、探索がしたい。ここ探索したっけ？リーザス像の瞳に埋め込まれている宝石、とっても綺麗。じっと見てると吸い込まれそうなくらい。リーザス像？いや、まだまだ全然探索してないな、これ。寄ってまいりました。ね、酔っちゃうよね。申し訳ないね。なるべく。いや、マジでさ、まあ、俺自身も酔っちゃうから、あんまこうやって、ぐる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 さ、なるべくやんないように心がけてるけどさ。俺はどうしてもやんなきゃいけない場面が出てきちゃうからね。ちょっとキモくなるよね。東の塔ちょっと探そうぜ。こ
んばんは、はじめまして。当時のレベル5の技術力派すごかったですね。レベル5ってこれの制作か。東でいいのかな。あ、そうだ、ブーメランを買ったからどんなもんよ。絶対先制してくるなこいつら。こいつら強いよね。まあブーメラン便利だねやっぱ。てか一回やるは言えないとダメだな。ブーメランはやっぱ便利だわ。ブーメランのスキルが上がればいいんじゃない。ちょっとごめん帰りたくねえけど帰るわ一回なんか街の中で酔っちゃって気持ち悪いから外に出てきたけど、道具を買わないとダメだ。道具買ったりとか、寝たりとかしないとダメだ。いやーもう、ここから出たい。道具屋さん。ん？アルバルキは仙台がなくなって長男さんが来て家を継ぎな、あ、さっき聞いたっけ、これ。聞いたな。アイテム屋さんないの？アイテム屋さんがない。入ったよね。入ってないな。え、ゼシカのさ、お兄ちゃんが殺されたのとさ、そのリーザス像、今年は行けないっていうのなんか関係あんの？全然話がわからん。年に一度リーザス像の姿を見るのを楽しみに今日まで生きてきた。こんなことは、こんなことじゃ今年はリーザス像をお参りすることは無理。え、どういうこと？なんで？関係あんの？なんでリーザス像のお参り勝手にすればいいじゃんね。リーザス像のお参りができない理由がわからない。私たちが東の塔に行くのは年に一度聖なる日だけ。ああ、そういうこと。その日以外魔物が出るからね。東の塔に行くのは年に一度聖なる日だけ。その日以外魔物が出る。聖なる日はまだずっと先だってのに、父さんすっかり落ち込んじゃってさ。ちょっとごめん、誰か教えて。え、話が全然わかんない。ゼシカのお兄ちゃんが殺されたのは分かった。なぜ？それとリーザス像。はい。仲の良さどうでした？スケベそうな男はゼシカ嬢様 おかしなことしてませんでした？むしろそうだったら、お屋敷に飛び込んでお嬢様を助けねば自信。何事もなかったそうですか？よかった。話が全然分かんないなぁ。わかんないけど、なんか東の塔に行ったらなんかあるんじゃないかなっていう、そのぐらいの雰囲気で進んでさ、しかもそのぐらいの雰囲気で進んでさ、なんとなく進んじゃいそうだよね。これ、なんだろう。宿屋泊まるたびにこれ、出るんだよね。物騒な出来事があったからじゃない？物騒な出来事があったから、今年は、お参りしないってこと？喪中ってこと？村人全員喪中みたいな雰囲気ってこと？
別にジェシカのお兄ちゃんが死のうがさ、生きようがさ、お参りすることは変わんないんじゃないの。サーベルトさんやられたばっかりじゃ、聖なる道に行くのもちょっと危ないってこと。危ないっていうこと、サーベルさんやられたばっかりで聖なる日に行くのもちょっとってこと。だから喪中みたいなことでしょ。喪中&犯人捕まってないし塔に行くのは危ないよねみたいな、そういうノリか。ありがとう、保管してくれて。そういうことだな。そんなノリ、あ、そんなノリだね。オッケー、ありがとう、理解できた。なんで俺のちょっと IQ じゃついてね、ちょっと理解しきれてないけど、それで分かった。うちのお父さんがね、ゼシカお姉ちゃんみたいな女の人のことをボンキュッポーンって言うんだよって、それってなんだろう、私もボンキュッポーンになれるかな。なれんじゃないの、分からんけど。ボンキュッポーン、なんかだから意図的、これやっぱそうだね、意図的にゼシカはなんかさ、性的なキャラクターに描いてるね。ほんと今までいなかったタイプだわ。今までいなかったタイプのキャラだね。確実に。まあシリーズでも人気のあるキャラだしな、ジェシカ。あ、人気あるんだ。人気あるんだ。まだちょっとね、こう絡んでないから、サーベルキツネ。ウエスト、イースト。南北。確か歴代ドラクエ女性キャラ第2くらい。1位はビアンカですか？1位はビアンカ？うん。あ、やっぱそうなんだ。東って、ね、イーストとウエストが分かんないんだけど。ね、ちょっと待って。イーストってどっちこれ東で合ってる？イーストとウエストがどっちが東か分かんない、俺。ウエストが西だね。イーストが東。で、合ってるってことか。東だよ。合ってるな。オッケー、ありがとう。東で合ってた。ウエストがに、うん、イーストがオッケーオッケー、わかった。これでわかった。で、じゃあ合ってるってこと。ああ、なるほど。そういうイメージで覚えればいいんだな。ウエスト、確かに西部劇っぽいな。ウエスタン。塔って書いててくんない？あ、あった。うんうん。あ、出てきた。あそこにゼシカお嬢様がいるはず。なんかさ、もはやさ、これ広すぎてさ、探索する気にならないよね。広くていけるけど、ちょっと探索してみる？俺何もない気がするけど。こんなに広いのに何もないとかさ、俺そういう感じな気がするな。とりあえずちょっとだけやっぱちょっと探索してみよう。え、こことか行けんの？行けないか。なるほど。余計なこと、やっぱ、探索しただけ無駄だったわ。
どっか他に入り口がありそうだね。薬草ないからな。でもホイミスライム薬草いっぱい落としてくんないかな。あ、なんかスキル、なんかヤンガスってさ、スキルポイントいっぱいくれるよね。ヤンガスはもう脳筋に育てよう。これどうやって入るんだろう。どこ行くんだろう。こっから入るんだこれ。トープが持ってきた手紙に書かれたトータはきっとここのことにちが、はい。人の気配はないですが、中に入れるといいんですが。うん、やばいな。強い。あれ？ヤンガス強くなったね。ここが入れなくて、誰か連れてくるとかそんな感じでもなかったよな。どうやって裏入るんだこれ。あ、これか。え？入れないんだけど。塔に入れない。他の入り口がない。ブーメランちょっとブーメランスキル上げとこうか。いや、なんか器用貧乏になっちゃいそうだな。やっぱいろんなのを上げると器用貧乏になるよね。まあでもブーメランスキルないから上げとこう。あの石とか壊せないのかな。やたら目立つでかい石があるけど、これ動かせるとかじゃない。違うか。ねえ。わからん。誰か連れてくんのかな。なかったよね。ないよ。
入り口が見つからないとか、俺が一番あまり苦手であり嫌いな嫌いなやつなんだけど、一番苦手で嫌いなやつが来ちゃったな。帰ろ。わかんない。もうまたちょっと一回街に帰ろうか。なんか全員と話したっていうさ、自信がない。街の人全員に話をかけた自信がないからさ、誰か連れてくんのこれ。入り口ないもんねと思ってさ、何回も行ったり来たりしてたらさ、実はどっかに抜け道があったとかありそうだけど。大きい土。うわあ、もう。初めて死人が出たの。トランペットまで行こう。からんなシュールだな。え、棺桶そんな感じ。ああ、なるほど。海外で売れてないの？夜になっちゃった。海外展開してたんじゃないの？海外人気はあんまないね、ドラゴンクエスト。あ、ないんだ。あ、つかドラゴンクエスト自体が海外人気が弱いみたいなね。それは聞いたことあるよ。FF とかは強いけど。ファイナルファンタジーと逆で海外派あんまりね。それでもドラゴンクエスト8は人気な方だけど。あ、海外でもってこと？ 8 は海外でも街な方なんだ。守備力23、あ、すごい攻撃力にだいぶ差が出たね。あれだね、こんだけ広いとさ、
なんか L ボタンでも何でも、あの、セレクトボタンでもいいからさ、押したらさ、外に出れる機能欲しいね。DS 版とかないの？街からさ、一発で出れるボタン欲しいね。さすがにリメイクでもそんな機能はないね。ないんだ。いや、俺さ、前回やった時にさ、他作品で申し訳ないんですけど、あの、ロマサガのさ、ミンサガあるでしょ？ミンサガとかあるじゃん。ロマサガ以外に見たことないよ。あ、ないんだよ。ロマサガだけなんだ、あれ。いや、あのボタン、超、便利じゃない？こういう広大なマップをさ、必要としてるゲームはあった方がいいと思う。あのボタン超優秀じゃん。そういうことなのかな？脱出魔法が、ああ、確かにないな。じゃあリメイクじゃなくて、もともとプレイステーション版からあります。ロマサガは。っていうか、そもそも、あ、そうなんだ。そもそもロマサガは1の頃から、昔のスーファミの頃から、あの、街から出れるボタンが実装されてたよ。あ、超便利。ブーメランマジ便利だわ。ドラクエ10でそれらしいことができるようにか。なんだ、あの木だけさ、なんで紅葉してるんだろうね。紅葉してる木が一個気になるね。調べづらいな、これ。あれ関所こっち？あれ？もう、ちょっと。どこかわかんなくなっちゃった。関所こっちって言ってた。え、関所だよね。関所を抜けた先だったよね。こんなところ通った。あ、通った通った。ダメージを受けない。この関所が壊されてるのが誰かがやったってことでしょ。ドルマゲスだっけ。カブト小僧。報告ありがとうございます。立ち上がれない。こっちは強いな。
キメラの翼大量購入した方が良かったね。キメラの翼はめちゃくちゃ必要だな、これ。俺みたくさ、行ったり来たりしちゃう人はさ、キメラの翼いっぱい持ってた方がいいわ、これ。こんなん歩いてらんないわ。あとでなんかキメラの翼20個ぐらい買おう。ねえ、広いね。広すぎる、ちょっと。キメラの翼マジで20個とかなんか、なんだったら99個持ってきたいわ。でもこのさ、広大なマップをさ、歩いて旅してる感が、は、それはなんか、いいところとさ、悪いところがあるって感じだね。見渡す限りの世界がある、ってキャッチコピーもあるくらいですし、ドラゴンクエスト8。なるほどな。広大すぎて、難しいな。サブのタイトルもそれを表現してる感。ね。サブタイトルってなんだっけ？空と海と大地と呪われし姫銀。これ、さっきの塔行っても、また夜になっちゃう。朝になったのか。この子でいいじゃん、もう。この子拉致っていこうぜ。このボンキュッボーンに憧れてるこの幼女をさ、連れてけばいいんじゃないの？このさ、町の人がいないとあそこ開かないんじゃないの？空&大地、わしらも呪われてるみたいな言い方にするのやめてくれません。7は何がどうエデンの戦士たちなのか拡大わからず、ああ、7のそうだね、エデンの戦士って何だったんだろうね。7のエデンの戦士って本当何だったんだろうね。エデンなんて一言も出てこなかったよね。そういえば。空と海と大地と呪われてるね。エデンの戦士たちって何だったんだろう、マジで。え、止まると休むって何が違う？あ、夜まで、なるほど、はぁ、あ、はぁはぁはぁ。これあれか、昼夜逆転させるやつか。ああ、なるほどね。セブンの、そっか、そういうことか。島がエデン、楽園だから。いや、擁護するっていうか、それなんじゃない？まさにそれでしょ。それだよ、それ。島の戦士たちってことだ。そういうことだ。合ってるじゃん。でもそれなら他の仲間派なんやねんってことね。それはあくまで仲間で。作中でもグランエスタード派そう言われていたからね。作中でも言われてたっけ、グランエスタード。そうだっけ。ガボとか違うやん。いや、あれただのペットですよ。勝手についてきたってだけです。まあ、あくまで主人公が。こんな。マジで拡大決めるの大変そうだったしな。副題にさ、セブンだったらさ、全体を通してさ、ちょっと暗い話が多かったじゃん。人間のこういう部分もあるよね、みたいなさ、ちょっと投げかけるって、
投げかけるような話が多いじゃん。人間の悪いところとか。そういうのを織り交ぜたらよかったのに。エデンの戦士たちは最終的に主人公と、まあ、そうだね。このお姉さんでもいいんだけど。誰かゼシカがいないんだもんな。ゼシカはだって向かったんでしょ？なんで入れないんだ、塔に。アローザ奥様とラグサット様がお食事中のため、今このお部屋に入れない。これ後ろで繋がってないの？なんで？さっきまで。東の塔の扉はこの村の者にしか開けられない秘密があるんでさ。あ、なのに？塔の扉が開いてたもんで、サーベット坊ちゃん。はいはいはい。この部屋には入れない。今奥様とラグサットさんも。これなんか時間経過したね。一回塔に行くことがフラグなのかな？さっきまでここ、大丈夫だった気がする。どうにかして、塔の入り方知りたいですね。ねえ、そうだね。塔の入り方が。塔の入り方っていうのが、だから、この村の人がいないととか言ってるからね。あれかな、やっぱさっきのメイドのやつなんかやんないといけないんかな。ネズミは関係なさそうだけどな。あ、なるほど。ゼシカ姉ちゃんは部屋にいないだって。格好だけかと思ったら、お前ってつく嘘までケチくさい。いないわけないじゃん。もしも本当にいないって言うなら、ゼシカ姉ちゃんがいない証拠でも持ってきただけ。なんかこいつ、生意気な。字読めるのかな？誰がこの手紙を読んでいるのかわからないけど、もし私が、あ、ここで読むんだ、なんだ。こいつらの前で読まないといけなかったんだね。これしないまま塔に向かってたのね。そうそうそう、これしないまま行ったら閉まっちゃってた。ゼシカ姉ちゃんの書いた手紙、ふん、お前嘘ばっか言うな。でも、何にも知らないこいつらが書いたにしちゃ、ちょっと本当っぽくない？じゃあ今確かめてやる？その代わりもし部屋の中にゼシカ姉ちゃんがいたら、お前には村から出てってもらう。はい。じゃあいなかったらこいつら何してくれるんだろうね。いなかったらこいつら何してくれてるんだよねっていうのが、こいつらがついてきてくれるのかな？こいつらが塔についてきてくれるとかかな？マジでいねえじゃん。その手紙稼い。これは本当にゼシカ姉ちゃんの字だ。一人で東の塔に行ってそんなことしたらゼシカ姉ちゃんもサーベルト兄ちゃん見たく。やばいやばいやばい。これは本当にやばいぞ。とにかくこうしちゃいられないゼシカ姉ちゃんを東の塔から連れ、はい。あいつ、オイラが塔、あ、なるほど。はい。来てくれるのね。ポルクが来てくれるんだ。なんだ？超簡単だったわ。せっかちなイレバさんらしいミスだったね。なんでこの子さ、後ろついてくるの？こんなことできるんだったら全部これでいいじゃんね。
こうやってちゃんと後ろについてくるさ、こんなことできるんじゃんね。これできるんだったらさ、仲間もこれにすればよかったのに。なんとかそうに入れそうですね。うん。これできるんだったらね。絶対さ、仲間一緒に歩いてた方がよかったよね。あれ？大丈夫？後ろの子供がちゃんと。ファンタジーさんのうずく思い出した。FF3 こんな感じなの？これついてきてんの？ちゃんと。こいつなんか置いて、なんかさ、置いてっちゃうとかそういうのないよね。走ってったら置いてっちゃうとか。ちゃんとついてきてるかどうかが不安。防具がなんか初期装備のまま全然変わってないから。ダメージがでかいなぁ。まあ薬草結構買ったし大丈夫だろ。FF3 の NPC、FF3 ってファミコン時代じゃないの？その頃にそんな NPC みたいなのあったの？どうやって開けんだろうね。これをどうやって開けるんだ。扉を開く。この扉はな、村の人間にしか開けられないようにできている。今疑ってる。嘘だと思うんだ。試しに。さっき試したよ。じゃあ、オイラーの勘違いってことにしといてやる。うん。お前の見てる前で開けるけど、この扉の秘密は絶対に誰にも言っちゃダメ。よし、じゃあ開く。はぁ、あ。なるほど。上に開くようにできてたんだ。とにかく、オイラーに手伝えるのはここまでだ。シャッターシステムだった、まさかの。まさかのシャッターシステムか。誰でも開けられるじゃん。さてと、そろそろ寝るかな。はい。あれ、二人がかり倒せない。カエルだね。どうなってんだ、この塔。ここが入り口？こっちが外れルートっぽいの。ねんね兄貴、お休みなさいませ。扉は開かない。内側から鍵がかかっている。内側から扉。こっちは？はい。ボスとかいんのかな。どうなってんだこれ。人面ガエル。あ、人面ガエルってあれ、お腹のところに顔があるんだ。キモ。強え。人面ガエル強いな。
これ主人公ってなんか耐性持ちなのかな。なんか主人公ってさ、こういう嫌な呪文にかかりづらい系のさ、耐性持ってるっぽくね。なんかところどころでさ、主人公だけそういうのにかからないみたいな、たまたまかな。耐性持ちっぽい気がする。ベビーサタン。どうせ MP ねえんだろ。もうシリーズ通してさ、ベビーサタンは MP がないよ。で、メラだけ使えるみたいな。メラは撃てるんだろ、どうせ。キャラ別にちょっと耐性派あったりするけど。やっぱある？ありそうだよね。お。え、何？パワフルファイターになったって。ハートブレイク。なんだ？ハートブレイクって。強さ。なんか技を覚えたね。え？そうだね。ただの失恋だね、ハートブレイクってね。そういえば。ただの失恋だわ。ハートブレイク。お。あ、塔の地図か。あ、地図あるみたいな。これ外に出てきたってだけか。ハートブレイクやりたいね。いや、今回は倒しちゃおう。ハートブレイクだからあれじゃないの？下手したら即死系じゃないの？そうなんだよ、残念なことに。で、今ね、仲間キャラが増えるんじゃねえかなっていう、待望の女の子が。え？これどっから行くんだ？せめて男と女で組んでもろて。ねえ。わかりづらいなぁ。ん？なるほど、反対側か。崩れちゃってるってことです。あ、敵を行動、たまにか。たまに。あー、でも MP 消費するんだ。一発やってみるか。強い。あ、でも強いのかな。 16？ 素振りは？素振りダメージどんぐらい？いやもう。素振りダメージどんぐらい出すんだろう。変わんねえじゃん。なるほど。追加効果で、
一撃で倒せる可能性がある技で、消費2か。一応即死扱いなのかな？一応即死技っぽいね。ダメージが入る、たまに即死が出るっていうので、MP 消費2。ねえ、意味ないよね。行動負荷？行動負荷ってそういうことか。即死じゃないのか。ちょっと、ブーメラン上げ、ブーメラン5にして勇気を、あ、2しかないのか。じゃあブーメラン5でいいや。あれだね、なんか主人公がさ、レベルアップしてもさ、スキルあんまりくれないね。わけわかんないよ。伸びしろなしか。うん、全然伸びないよね。あ、なんでこんな最序盤から即死技覚えられるなんて思ったのよ。即死じゃないの？だって、ハートブレイクだよ。心臓止めるんでしょ？ハートブレイクっていう名前が心臓を止めるでしょ？ハートだもん。心臓壊しってことでしょ？どう考えても即死でしょ？夢見すぎ、笑。ああ、なるほど。成長、そういうことなのか。そういう理由で主人公の成長遅いのか。種か。なんかいらないものいっぱいになっちゃったね。早いアンガスハブ10日か戦士か。うん、そんな感じじゃない？そんな感じするよ。足遅いから戦士か。どうなんだろうね。まあでも確かに足遅いから戦士っぽい気はするけど。そうだね。斧装備とかだから戦士か。武道家っていうより。あ、びっくりした。フリーズしたのかと思った。上ってことか。これ自分で登らないと上がってくんないんだね。見た目だけだと盗賊っぽい。ヤンガスでしょ？見た目はドドリアだよな。MP を2消費してまで撃つ技でもないな、ハートブレイク。でも、そろそろスキルをさ、振ろうかな。打撃にほぼ全振りしてるんだけど、そろそろ、斧とかも上げとこうかなとは思います。ここでいいのかな？宝あったりする？どうせないんだろうな。ですよね。ない気がしてたよ。人形って名前だけじゃさっぱりわからないのぐらい。意味わかんないんですよ。バランスよく上げるのと1つだけ上げるのどっちがいいの？ねえ、どっちがいいんだろうね。俺的にはバランスよくよりも一つのことをマスターする系の方が好きなんだけど。
武器がさ、何が手に入るとかがわからないからな。いや、答えないでいいけど。でも、だからセブンのあれなんですよ。職業、なんだっけ？職業の、あれと一緒なんですよ、基本。大体スキル振りあるゲーム派、均等振り派、地雷イメージよな。でもあれなんだと思う。本当にそうだと思う。セブンのあれだと思うよ。職業技みたいなやつ。盗賊と踊り子を覚えると何かなんか覚えるみたいな、それ系の発展バージョンっぽいから、多分、二つのスキルを上げることによって覚える何かとかがあったりするんだと思う。あ、え、やべえ。話に夢中になっちまった。息連発早くすぎてくさ。え、何あの強いの。シレット全滅したここどこ？ここかな？待って。まあ金が半分になるだけよ。ちょっとキメラ飛べない？いやー、リーザスまでなんだ。あの塔には飛べないんだね。どこよ。言われてみればみんな生き返るんだな。ね、本当だね。実は人面ガエル出るたびにいつかは全滅すると思って。人面ガエル強いね。あいつやっぱ強いんだね。強キャラだわ、あいつ。ちゃんとヒットポイントさ、高めに維持しとかないと、ああいうことになるわ。油断してた、敵弱いから。初めてだよ。全滅初めてです。ここまでで全滅一回もなかったんだけど、初めて全滅した。記念すべき1回目が人面ガエルでした。ここまでで釣っても長序盤よ。そうね、まだだってこれイベント2つ目だもんね。1つ序盤のとこで全滅が多い感じあるね。 あいつ強いからね。俺もそう思う。俺はたまたまさ迷っちゃったからさ、レベルがそんなバカ高くないけど、ただ低くなかったからね。レベル低い状態で挑んじゃうよね。察しの日いい人とかさ、スムーズに進められちゃう人はさ、もうさっさとさ、ザハンのとこ行っちゃってさ、ボコられるのが初見殺しみたくなるんじゃない？俺意外と、その、なんか、迷子になってさ、戦闘重ねた後にさ、ザハンのところにたどり着いちゃったからさ、倒せたけど。あれ多分スムーズに行っちゃう人は、あいつ初見ごろ。え？ザバンザバンだっけ？あの、水晶、頭にぶつけられたやつ。あいつは多分初見殺しだよ。強いもん。ギャバンじゃないな。あれはほんと初、ね、宇宙刑事ギャバンじゃないです。初見殺しさんはなんとか回避したけど人面ガエルで負けた。ザーボン？ドドリア？あれ？子供いなくなってない？まあ、いっか。うん、ギャバンの胡椒美味しいよね。だいたい飲食店でさ、胡椒ってギャバン使ってるよ。ギャバンのシナモン？ギャバンのシナモンって美味しいの？さっきのところまで戻んなきゃ。スティック状のやつ？知らない。
そんなのあるんだ。人面ガエル、こいつちょっと。これせめて2発で倒せるようになりたいね。いやでもたまたまだと思うよ、たまたま。このゲームはそんなに難易度高くないって俺は踏んでる。多分ね、これは俺のここまでの感想と、なんだろう、ゲームプレイしてる感じからすると、多分ドラクエ8は多分難易度は高くない方のドラクエだと思う。と俺は予想、そうし、ただここまでの感じ、やってみてる感じだとそんな感じするよ。比較的、なんだろう、大衆向けというか、こう子供、結構低年齢層でも普通になんか簡単にクリアできるような難易度なんじゃないかなっていうのが ここまでの感想ですね、俺の。まあ、全滅しといてなんなんですけど。全滅しといて言うのもなんなんですけど、そんな気がする。この BGM が好きなんだ。さっきこの辺で死んだよね。さっきこの辺までは来た。どこだ？これ下落ちそうだよな。これもしかして落ちるが正解パターン？まあまだ最序盤だし、これからいれば3の感想がどう変わっていくか。そうだね。ホイミじゃん。うん。ホイミスライムはさ、あれかな？ 1 から全てに出てるのかね。意外とドラクエってさ、モンスターさ、すべてのさ、ナンバリングに出てるやつって少ないよね。ホイミスライムは出てるよな。ホイミスライムが出てないナンバリングってないよね。1には出てなくない？え、1いなかったっけ？ 1 いないっけ？ 1、あ、2からか、ごめん。1いないんだ。じゃあスライムだけ？スライムはいたよね。ずーっと出てんのは、あれは、あと、爆弾岩とかは？爆弾岩いたでしょ？あれ爆弾岩いたよな。あれ爆弾岩も2からだっけ？うわぁ。あれ爆弾岩も、3からか。やばい、こいつ。ちょっとやばい、やばい。あ、ドラキーがそうか。ドラキー1にいたよね。ドラキーとスライムだけってことか。キメラ入った？あ、キメラはいるね。1にキメラがいるけど、キメラがいないタイトルが他にあるんじゃないの？3にいないドラキー、ドラゴンハヨ見たかいなかったか。4に、え、3にドラキーいないんだ。じゃあ全部のタイトルに。いないのか。ドラゴンはいないタイトルあった気がする。これなんだ？このボタン。あ、そういうことかい。こういう感じ。意外と出たり出てなかったりするモンスターたち。ね。そうだよね。で、ゴーレムとかさ、ゴーレムなんかもさ、あ、メタルスライム1いるよね。そうか、メタルスライムはいるか。で、ゴーレムとかも1にいるけど、他いないところとかあるしね。
なんで買えるんだろうね。でもなんかさ、あのロトシリーズのさ1、2、3とさ、やっぱ天空シリーズの4、5、6とかってさ、結構ガラッと雰囲気が変わった気がする。なんか天空シリーズになってから、天空シリーズになってからさ、ちょっと変わったよ。ゴールドマンは1と3じゃ姿が、あーね、メタルスライムも南京小モンスターね、メタルスライムいるよね。やっぱ、あれ？なるほど。いや、プレイヤーを悩ませるな。これなんだ？これなんか意味深だけど意味ないのかこれ。へえ。うん。そうなんだ。そのニッチだけなんだね。で、その度にさ、鳥山大先生がさ、わざわざさ、デザインしてるんでしょ。今はどうかは知らないけど。大変だね、鳥山先生もね。スライム派、さすがドラクエの顔か。シリーズが進むごとにさ、キャラデザをさ、しなきゃいけないって大変だよね。あ、そうなの？あ、そうなの？ 6 ですでにもう半分ぐらいになっちゃってるの？だからなんか雰囲気がちょっと違う風になったのかな？あ、そうなんだ。それはあくまでさ、あれでしょ？あの、敵のデザインよってことでしょ？味方キャラ系は鳥山明がデザインしてるんじゃないの？未だに。絵柄を寄せてるだけでもう関係ないんかな？主人公連中に。これどこ行っちゃうの？かもしれんけど未確認。人面がいる。今度は 6スキルポイントだってすげえ上がるじゃん。そろそろ斧とかやっとく？
5ぐらいまで上げてみるか。斧スキル。6はすごい？あ！兜割りだって。あれ？ハートブレイクより使えそうなんだけど、兜割りの方がハートブレイクより使えそうじゃね？斧スキルの方が正解じゃねえか、これ。に、ね、絶対兜割り、うん、絶対斧の方がいいよぞ、これ。うわ、なんだよ、あそこに宝あったのかよ、もう。あんなところに宝あったよ。斧の方が正解だよ。わかんない。とりあえず一番最初に覚える技としては、斧の方が正解だと思う。もう名前でわかるよね。でもこうやって間違ったと思っても、この打撃スキル21あるからこそ、これで斧スキルを上げ始めるじゃん。そうした時に打撃スキルが10以上、斧スキル10以上で覚える何かを覚えるとかさ、そういうのがあるんじゃないのかなっていう気がする。だから打撃スキル間違って21上げちゃっても、それが完全に無駄になるってことは、ないと俺は信じてる。そうじゃないとさ、無駄スキルが多くなっちゃうもんね。本当？いや、わからん。鱗の盾。え、じゃないとさ、スキルの割り振りがさ、無駄になりまくるでしょ。超無駄になっちゃうじゃん。うわぁ、これ大丈夫？絶対大丈夫じゃないんだけど。え、見てほら、兜割り、攻撃しつつ守備力も下げる、脳天への一撃、MP 消費ゼロだよ。それに比べてハートブレイク、行動不能にする初歩の打撃技とか言ってさ、絶対先制取られんのにさ、どう考えたって兜割りの方がいいでしょ、これ。止まれ。ねえ、絶対さ、いや、でもさっき言ったように、あ、ここまで上げてしまった打撃スキルは無駄になることはないと思うんだよね。それか大器晩成か、どっちか。打撃の方は大器晩成の可能性もあるからね。最初は微妙な技だけど、後半に覚える技は結構追加効果が乗っかってくる技があったりとかしそうじゃない？斧はなんかさ、単純にさ、火力重視の技が多くて、打撃の方は結構追加効果、敵の能力値を下げたりするような技があるとかさ、それ系じゃないの？そういうのしか差別化しようがないっしょ。ブーメラン上げんのやだな。こうなってくると勇気上げようかな。お、人面ガエル何？薬草か。やっぱ、斧と打撃でさ、差別化を図ろうとしたら、そのぐらいしか差別化できないと思うんだよね。
だから決して打撃の斧が、斧というか、打撃系が弱いわけではないんじゃないかな。このまま俺打撃系でもいいかなと、ちょっと思ってるけど。ちょっと敵多いな。これレベルが高くなってきてからさ、こんな大量に出てくるようになっちゃったのかな。やたら敵が多いね。動けない。どうなんだろうね。スキルの振り直しできる？今まで、今まで振ったスキルをさ、上げたり下げたりとかできないんじゃないの？それできたら結構ぬるくない？なんかそしたら最終的にみんなさ、一番強いやつにさ、振り直しができちゃうんだったらさ、みんな同じになっちゃうからさ、さすがに振り直しはできないんじゃないかな。敵が強い。ロマン作画好きな人が一人来た。ゆっくりしてってください。ゼシカ、あれゼシカいないじゃん。今のところいないんですよ。なんか敵とかまた急に来そうだな。像の両面には美しい宝石が光り輝いている。お来た来た来た。あんたたちとうとう現れたわね。ここめっちゃ怒ってんだけど。兄さんを殺した盗賊め、兄さんと同じ目に合わせてやる。いきなりなんかメラとかやってきたんだけど。あ、でも可愛いね。見た目可愛いわ。ちょっと人気あるかもしんない。なんかパッケージのさ、パッケージのなんか衣装よりも可愛らしいじゃん。なんかさ、露骨にさ、胸の谷間出してるさ、パッケージの衣装よりもこっちの衣装の方が俺好きなんだけど。今度は逃がさない。この衣装いいな。この衣装のゼシカ可愛いわ。あれは詐欺消毒だからの。あ、そうなの？ま、待て。この衣装のままの方がいいと思う。私だぜしか、私の声がわからぬか。足首きれい。そうだね。さあ、ベルト兄さん。その呪文をやめるんだぜしか、私を殺したのはこの方たちではない。止めろったって、もう止まんないわよ。ああ。生きてたんだ。本当にサーベルト兄さんなの？ああ、本当だとも聞いてくれ、ゼシカ。そしてそこにいる旅の方よ。これどういうシステムになって。死の間際、リーザス像は我が魂のかけらを預かってくださった。うん。この声も、その魂のかけらの力で放っている。だからもう時間がない。像の瞳を見つめてくれ。そこに真実が刻まれている。さあ、急ぐんだ。あの日、塔の扉が開いていたことを不審に思った私は一人でこの塔の様子を見に来た。うん。そして、ムービーかな？何があった？おうおう。
結構まと、ちゃんとした戦士様だったんだね。塔が謎に開いてたから、なんか、主人公より勇者っぽいな。ね、お兄さんイケメンだね。イケメンだし、勇者より勇者っぽいね。まるでロトのようだ。誰だ、貴様は。はい、誰だ。あ？悲しいなぁ。質問に答える貴様は誰だ、ここに何をしている。ドルマゲス、あ、こいつか。ドルマゲス、ここで人生の儚さについて考えていた。こいつラスボスかな。ふざけるな。どうしたことだ、剣が抜けん。悲しいな、君のその勇ましさに触れるほど私は悲しくなる。うん、魔術師系のボスか。なんかピエロみたいな衣装だね。ピエロみたいな衣装で顔は、顔が見たいな。ドルマゲスと言ったらその名前決して忘れん。私の名を忘れずにいてくれるのか、なんと喜ばしいことだろう。私こそ忘れはしない。君の名はたった今より我が魂に永遠に焼き付くことになる。さあ、もうこれ以上私を悲しませないでおくれ。はい。え。なるほど。顔を見せてくんないんだね。君との出会い、語らい、そのすべてを我が人生の、え、なんで、なんでそんなに、ゼシカのお兄ちゃんのことをそんな、誇りに思うぐらいのこと言っちゃうの？君の死は無駄にしない。なんなの？めっちゃ笑ってるけど。魔術師系っぽいね。これ。いや、まあ、そうけど、まあ、今までのなんか単純なボスではなさそうだね。人っぽいよね、そもそも。人間っぽいよね。ね。いいやつかもな。いや、いいやつってことはないだろう。いいやつはないけど、ちょっと人間っぽいよね。魔族とかさ、そういう系じゃないじゃん。人間なのかな。それか、なんだろうね。うん、旅の方よ、リーザス像の記憶見届けてくれたか。はい。私にもなかなかわからぬ。だが、リーザス像は、そのあたが来るのを待っていたようだ。願わくはこのリーザス像の記憶がそのあたの旅の助けになれば私も報われる。寿司かよ、これで我が魂のかけらも役目を終えた。お別れだ。うん、ジーザス。ゼシカ、最後にこれだけは伝えたかった。この先も母さんはお前に手を焼くことだろう。だが、それでいい。お前は自分の信じた道を進め。さようならだ、ゼシカ。うん。こっから仲間になる流れはどういう感じで？初見。はい。どういう流れで来るかな。あ、いたんだ。トロでいたんだね。トロで、おう。フーム、なんたることじゃ。あのサービルトとやら殺したやつめ、間違いなくドルマゲス。で、このトロでもさ、トロでとあの、馬のお姫さんもさ、ドルマゲス関係でしょ。まあ、これで、だから敵が一致したわけだ。こっちの目的とゼシカの目的が一致するから、これで仲間になるって感じかな。なぜかはわからんが、サーベルトとやらもまたわしらにドルマゲスを倒せと言っておるようじゃ。ふむ、彼の思い決して無駄にはできん。これでまた一つ、ドルマゲス。ドルマゲスをしょっちゅうドルゲマスって間違える？気持ちは俺も間違ってるかもしれない。ドルマゲス。うん。また馬車にいるんだ。ずっと馬車にいるな、あの人。まあでもこいつも呪いが解けたら
普通のおじいさんなんだろうな、きっと。じゃあ帰ろうか。これ無視して帰れないよな。ジェシカは泣き崩れている。え？あ、これ、何？無視していったらいいってこと？波瀬おっさん、あられちゃん走りだしな。確かに。あられちゃん走り。これかな？帰ろうとしたらちょっと待ってって言う。あ、ほら。あ、ねえ。名前もわからないけど、誤解しちゃってごめん。今度ゆっくり謝るから。だからもうしばらく一人でここにいさせてごめん。少ししたら村に戻るから。ふむ。え、まあ、一回帰ろうか。え、いいの？無視して。帰っちゃっていいのかな？帰ろう。あ、リレンビットあったんだ。帰ろう帰ろう。あんな土でか女はほっといて帰りまーす。リレミとできるってことは帰っちゃっていいってことだよ。これさ、あのゼシカをさ、置いてっちゃいけなかったらさ、リレミとできないはずだもんね。ってことはオッケーだ。あ、でもなんかさ、思った以上に可愛らしいわ。ゼシカが人気があるのがちょっと分かったわ。なんだろう、性格とかはまださ、完璧には分かんないけどさ、見た目というか、このパッケージの感じよりも、なんか、いい子そう。なるほど。ゼシカが人気があるのがちょっと分かったな。商品物にっていいな。昔母使ってたのに。ね。ルーラとかもさ、すごい消費落ちたよね。なんか6ぐらいから、あ、5だっけ？ 6、 多分ね、6ぐらいからさ、急に MP 消費が落ちた気がする。違ったっけ？多分6からじゃない？あの、特技とかがさ、出てきたからじゃない？特技でさ、MP 消費なしでさ、いろいろできるようになっちゃってからさ、魔法使い系がさ、不遇になっちゃうからさ、MP とか落とすところは落としたんじゃないかな。これあれじゃない？お父さんお母さんのところ行けばいいんじゃない？ああ、ゼシカ、君への思、この思いを隠し通すことは僕にはもうできそうもない。せめてこの心の内側を。え？ゼシカいないよね。あれ？入れない。ああ。なるほど。一回宿屋か。こいつのこと忘れてたよ。こいつの存在忘れてたわ。あ、帰ってきたか。遅いから心配してたんだぞ。で、ゼシカ姉ちゃんは？うんうん、そう。そうでそんなことが。まだちょっと心配だけど、ゼシカ姉ちゃんが帰ってくるって言ってんだから、きっと大丈夫。とにかくありがとう。いろいろあったけど、オイラはお前のことちょっとだけ尊敬した。お前たちが戻ってきたら、宿屋に泊めてもらえるようにちょうど今お願いしてた。あ、なるほど。いいやつだな。なかなか礼儀のできている子供たち。これなんなん？トロでは何やってんのこれ。これ宿屋に泊まるたびにこれが出るんだよね。ね、何なんだろうね。宿屋泊まるたびに出るんだよね。よくお休み。では行ってらっしゃいませ。
これでゼシカの家に、とりあえず行けば、よろしかろう。あ、つかゼシカ帰ってきてるのかな？これで。お屋敷の中にいると思い込んでいたアルバート家のお嬢様がお屋敷から抜け出したそうです。先ほど戻られましたが、後で私が怒られるんじゃないかとビクビクしております。帰ってきてるってさ。お、ここ入れるようになった。じゃあ普通に素直にジェシカの方行ったらいいのかな。例えばこんなやついたな。ゼシカがあんなに気性の激しいレディーだったとは。君もゼシカにようなのかい。でも今は、取り込み中のようだし、ここはゼシカをそっとしてあげるべき。いやいや、取り込み中で話なら後にしない。もう一度聞きますでしか。あなたは兄であるサーベルトの死を、何悔やむ気持ちはないのですか。さっきから何度も言ってるじゃない。悲しいに決まっ、痛むね。痛むに。はい。ただ、かくんかくんって言ってるお母さんとは気持ちの整理のつけ方が違うだけ。私は兄さんの仇を討つの。うん、魔法使えるしな。仇を討つですって。これあれだね。ちょっと、下水話するけど、ジェシカのさ、胸の大きさはお母さん譲りだね。全く同じ体型してるね。ジェシカ、バカを言うのもいい加減にしなさい。あなたは女でしょ。完全に同じ体型してるじゃん。サーベルトだってそんなことを望んではいないはず。今は静かに、先祖の教えに従って兄の死を痛みなさい。はいはいはい、痛みなさい。もういい加減にしてほしいな。こっちは先祖の教えだの書くんだのって、それ一体何だっての。どうせ死んじゃしないだろうけど、兄さん私に言ったわ。自分の信じた道を進め。うん。私はどんなことがあっても絶対に兄さんの仇を討つ。それが自分の信じた道。これでもなんでさ、魔法使えるんだろうね。なんか魔法を使えることが、なんか当たり前の世界なのかな。それほど言うなら好きなようにすればいい。ただし、私は今からあなたをアルバート家の一族とは認めません。なるほど。まあ、この流れは一緒にね、旅する流れになるわな、そりゃ。あ、これでこっちの衣装になっちゃうんだ。俺、あっちの衣装の方が好きなんだけど。なんか、この露骨な衣装やだな。あんたたちのことをいろいろと利用しちゃってごめんね。ジェシカ姉ちゃん、ほんと。ねえ、あっちの衣装の方がいいよね。これからはあんたたち二人が、この村を守る。わかる。あ、こです。いらっしゃい。このゲーム？うん。わかる？わかるよね。絶対さっきの衣装の方がいい。サーベルト兄さんがよく言ってた、ポルクとマルクは将来村を守れる立派な戦士になる。このゲームなんか視点近くない？近すぎ。よく視点のこと言ってくれた。ね！俺がさ、あんまさ、視点が近いとかさ、なんか、上から、こう、上視点が欲しいとか言うとさ、なんかゲームに文句言ってるっぽくてさ、リスナーさんがさ、不快に思うかなと思ってさ、思っててもさ、ちょっと控えて言わないといてるんだけどさ、リスナーさん発信でそういうの言ってくれるとありがてえわ。視点近すぎるんだよね。視点近すぎるから酔うんだよね。
そうなんで、あと2メートル後ろから見たいよね。泣かないの。さあ、もうここの。いやいや、思うって、絶対視点近すぎるんだって。ここの見張りは終了。これからは外の見守りを。はい。イエスさ。あう。それじゃあ、言われた通りに出ていく。お世話になりました。ごきげんよう。すごい強気な女だ。ちょっと勝ち気な女、ドラクエ好きだよね。ドラクエってやっぱさ、女性がちょっと勝ち気だよね。本当にあの子は一体誰に似たのかしら。いや、あなたです。絶対お母さんにでしょう、これ。もう、体の特徴から性格からすべてお母さんにだよ、これ。どうせすぐに根を上げて戻ってくるに決まってるわ。あのゼシカという姉ちゃんはよっぽど気の短い性格のようです。人間、短気は損気でガスよ。また会うことがあったら教えてやるでガス。どうせすぐ会うでしょう。いやーでもこれで魔法使いっぽい子が仲間になってくれるといいんだけど。ちょっとさすがにドドリアと二人旅はもういいわ。ドドリアと二人旅はもういい加減にしてほしい。わらわら。え、来ないの？なんか制作人のドラクエが 3D で遊べるんだよ。すごいでしょ？って感じがプンプンあのさ、多分今、その制作人がうんぬん言ってる方は多分俺と同じぐらいの世代か俺より上の方だと思います。いや、俺もすげえ気持ちわかるから。ちょっと俺もその気持ちはわかるんですよ。そうなんです。あ、でもまあまあやってて楽しいけどね。このね。視点がね、こんなんできますわ感は確かに出てるんだけど、気持ちはわかる。いやでもやっぱ2メートル近いよ。2メートル。え、これゼシカどこ行ったん？ゼシカどこ行ったん？このパターンは教会か？教会であれじゃないの？最後の挨拶みたいのしてんじゃないの？違う？あー違うか。違うか。プレステ2でここまでできましたって感じ、初伝わってきますね。ましたね。セブンからの進化だからね。セブンからエイトへの、でも進化はすごいと思うよ。ものすごい進化だと思う。しかもこれプラス 3DS 版になっ、あれ、なんかホイミスライムみたいなのが、あ、ホイミスライムじゃねえや。水色の衣装を着たじいさんだった。ホイミスライムが歩いてんのかと思った。どこ行ったらいいんだろう。ゼシカがいないんですけど。ってことは外かな？外にいる？いない。あ、村出てたって。何かあったか知りませんが、やっぱりあの、スケベそうな男と結婚するのが我慢できなかったのでしょうか。ああ。どれどれ。早く仲間にしたい。いねえんだけど。目的を見失ってしまったんですけど。ドルマゲスめ、人を殺し、早めようとする、早めるとは、とんだ、とは早くて。個人的な恨みを、思った正義の決意をお見舞いしてくれる。あれ、どこ行ったらいいの？こっち行ったら通るでしょ。こっち行ったら通だもんね。ここで仲間になんないの？まだ二人旅が続くのか。
こっち行ったら、なんか分岐があったよね、どっかで。どっかで分岐があるから、その反対側に行けば。うん、これまっすぐ行ったら、塔だから。ドラシアルアルの当てらし。ね、じらしだね。これ右の方かな？まあ行ってないところ行けば、いるんじゃないかな。とりあえずドルマゲスを追ってるっていうのが大筋の流れで、そこにいろんな人が加わってくって話だろうから、海？世界地図いつになったら手に入るんだ？え、こっちでいいのかな？こっちでいいのかな？わかんないけど、とりあえず、行ったことがない道の方に進んでみるわ。目的を見失ったんで。港町ポルトリンクに行けばいいんかな？ちょっと海とかね、あの海とかちょっと気になるから行ってみたい気もするけど、いやいや、余計なことしない方がいい。多分ね、地図がないとまたさ、迷うことになるんで、そう。素直に次の街に、ちょっと進んでみるわ。これでもさ、このゲーム、なんだろう、じっくりやりたいね。じっくりと。ただマップを、ぐるぐると、調べ回るだけでも時間が結構溶けちゃう気がする。本来ならそうやって遊びたい気もするね。でもそれ、やんない方が多分いいと思う。俺が多分それやりだしたらね、本当にね、同じ森の中を30分40分同じ森の中をさ、ずーっと永遠に迷ってるとかそういう構想になるんで、ちょっと道は外れないように進みます。なんか昨日の放送でちょっと森の方に行ったらマジでさ、ほんと今自分がどこにいるのかとかほんと分かんなくなるからさ、このゲーム。なので、この道なりをとりあえず。いやでも、コンスタントに進めて。なんかそれやってさ、あ、でもこのゲーム敵から逃げれるのか。なんかね、100% 敵から逃げれるっぽいんだよな。ちょっと待って、ちょっと逃げてみるよ。多分ね、100% なんだよね。うん、やっぱり、そうだ。このゲーム 100% 逃げれるからさ、そう考えたら、ちょっとぐらい、道を外れてもいいのかもしれないな。100% 逃げれるってすごくない？あとこれさ、LR ボタンのさ、あ、LR の上の LR を押すとさ、この左右に回るじゃん。下のさ、R のさ、2番 ?R の2を押すとさ、こういう視点になるんだけど、これ何のためにあるの？これ。で、この視点にすると左右に回せないんだよね。これなんか意味あんの？一人称って何？これ何のためにあんの？これ
なんか便利なのこれ。謎、謎なし。風景を楽しむため。あ、そう。キャラの目の前のものをズームで見るためだけ。ああ、ズームで見れるんか。ちょっとなんかやってみようか。ゼシカ見つけてま、うん、ちょっとゼシカ見つけよう。ゼシカを見つけて、R の2ボタンを押してみようぜ。真正面に立って。どんだけ近寄れるのかやってみたい。そのためにちょっとゼシカを見つけよう。目の前に立って、目の前に立って R の2ボタンを押す。いやだって今そのぐらいしかちょっと楽しみが、そういう楽しみを見つけるための、始まったよね。完全に目的がそうでしょ。やるしかないよね。とりあえず港町に行こうか。あれじゃない、ゼシカあれじゃない、旅に出るって言ってるからさ、港町に行って船乗ってどっか行こうとしてるんじゃない。だから同じ船に乗るとかそれ系のイベントじゃないかな。早く行かないとな。早く合流しようぜ。早く合流して R の2ボタンを押そうぜ。どうなるんだろう。あ、キャドか。痛いな。あ、すごいね。今気づいた。これ、装備してる武器だけじゃなくてさ、防具もさ、ちゃんとグラに反映するんだ。鱗の盾装備してる、気づいたら。今気づいた。ヤンガスが、鱗の盾装備してる。武器と盾は反映する感じか。さすがに鎧とかそれ系は、反映しないのかな。装備今なんだっけ？旅人の服、革の盾、うん。革の帽子、そうだね。武器と盾だけかな？ん？ここでいいのかな？港町？え、なんで不穏なの？え、これ不穏な音楽？違う？こういう音楽なのかな？不穏じゃないでしょ？笑。あ、全然不穏じゃなかったわ。ちょっと落ち着いた音楽なだけだった。こんばんは、ここは港町、ポルトリンクです。私はこの町で野草を売っているのですが、定期船の遅れで思ったより売れません。定期船がいつも通りに運行を始めるといいんですけど。定期船が遅れてる。ということは、ここにもおそらくゼシカがいるんでしょう。こんだけ樽でかかったらさ、樽壊さなくてもいいじゃん。樽壊さんでもなんとかなるだろうか。ということは、これが教会か？ちょっとちゃんと街を探索します。うんうんうん。誰もいない。でもなんかさ、このイントロの部分が不穏な音楽っぽくない？不穏な音楽に一瞬聞こえる。そんなことはねえよ。マジで？
今この方の話を聞いていたのですが、非常に興味深い話です。海でそんなことが起ころうとは。定期船でこの大陸に来る途中、立て続けにおかしなことが起こりました。最初に甲板にいた船乗りが海の上を歩く道化師のような格好。ああ。僕の杉山先生になんてこと言うかな。ドルマゲスか。海の上を歩いてたんだ、あいつ。みんながそれに驚いていると、すぐに海の中から巨大な魔物が現れ、船の行く手を妨害した。どうにかその魔物の目を逃れて、その港にたどり着きましたが、全く生きた心地がしませんでした。ドルマゲスが、でかい魔物を呼んだってことか。襲わせたってことか。何者なんだろうな。これ誰だ。何してるの。この海の向こうには私が若い頃に愛した男が住んでおる。あの男は今でもくだらんものを集め続けとるじゃろうか。愛した男がくだらんもんを集めてた、うん、なんかこの先に起こる示唆だね。くだらんものってなんだろうな。悲しいなぁ。イレバが大手配信者になってきて悲しいなぁ。全然大手じゃないし。大丈夫。立派に仮想配信ずっと永遠にやってるんで大丈夫です。悲しまなくても問題ないです。こっちは？なんかね、船の方にとりあえず行ってみようか。いや、俺はゼシカを探した。あれ？あそこにいるのゼシカじゃない？違う？ナンパされてる。ナンパされてる。もういい加減に待てないわよ。あ、違うんだ。さあ、今すぐ船を出して。私は急いでるんだから。いくらゼシカお嬢様の頼みでも、そればっかりはできねえでやんす。海には危険な魔物がいるので、だからそんなの私が退治する。え、なんでこんな強気なの？むしろパワハラ中ですね。ね、完全にパワハラ。ドラクエシリーズ俺がやったことがあるのが1から今やってるこの8までで、あとはモンスターズのゲームボーイの1をやっただけです。それ以外はやってないです。そんなの私が退治する。ほんとパワハラだな。いやいや、ゼシカお嬢様にそんなことさせたら後で、アルバート系から。このあたりも全体での名詞なんだ。名の通ってる感じなんだ。話のわからない男ね。うん。ちょうどよかった？露骨な衣装だな。塔で会った人よね。リーザス村で待っててって言ったのに、どうして待っててくれなかったの？私ちゃんと謝りたかったのに、でもそれは今はいいわ。え？ちょっと頼みたいことがあるの、一緒に来てくれる？なんか無茶な女だな。その魔物を倒すのに私が手を出さなきゃいいんでしょ？ええ、それはまあ。だったら任せて、魔物退治はこの人が引き受けてくれる。ね、これなら OK よね。こっちも魔物を倒してくれるなら、なるほど。海の生物を倒すっていうミッションですか。ちょっといいえってやっていい？そろそろいいえをやってみていい？なんかもうセブンで。あるよ。セブンでね、EA をやって後悔したことがあるから、ずっと EA をやらなかったんだけど、ちょっと一回 EA やりたいな。FF はちなみに4、5、6しかやったことがないです。どうなんの？何言ってんの？リーザス像が見せてくれたものを忘れてたんじゃないし。あのドルマゲスが南の大陸に渡ったって噂なのよ。定期船が出せなかったらドルマゲスを追えないじゃないね。魔物退治を引き受けてくれるでしょ？いいえ。どうなる？ああ、ダメか。オッケー、よかった。はい。やっぱ EA をさ、見たいじゃん。普
通に答えてはいってやったらそのまま話進むけど、そうじゃないさ、いいえバージョンのさ、文言とかを見たくてさ、いいえやってさ、それでセブンで後悔することになったんだよね。そうそう。そうよね。リーザス像が見せてくれた光景を私は一生忘れないわ。あのドルマーゲスって男に一体どんな目的があるのか、どうして兄さんをあんな目に遭わせたのか。うん。世界の果てまで行っても追い詰めてやるわ。でもそれにまず、航路の安全を確保しなくちゃね。スーパーファミコン版 FF 世代って多分、俺のこの放送を見てる人の8割9割多分そうですよ。魔物もきっとかなり強敵、甘く見ずしっかり準備した方がいいかも、うん、ちなみに俺はその FF 世代と呼ばれる世代なのかもしれないですけど、その当時はゲームやってない、もう1年半前からゲーム始めたい人なんで、その当時の気持ちで放送するっていうのがこの この配信のコンセプトです。定期戦の足止めをしている魔物もきっとかなり強敵、甘く見ずしっかり準備した方がいいかも。私はここで待ってるから、準備が終わったらいきなり敵と戦う感じ。このぐらいかな。こんばんは。あのちょっと今からちょっとくだらないこと、今ちょっと俺くだらないことが近すぎたな。近すぎたな。このあたりかな。え？笑。ちょっと遠いな。え、この機能何？この舐め回し機能何なの？え、この舐め回し機能何？確かルーラでデシカのパンツを眺めることもできた記憶があるわ。まあ、そうなの。ちょっと、とりあえず、やれることは全部。じゃあこれなんで、じゃあこれなんで今これをやってるかっていうと、この R2 ボタンの用途は何なんですかって話になったのよ。俺がこの R2 ボタンを、何のために使うのって質問したら、目の前にあるものを拡大して見るものだよっていう話になったんで、じゃあちょっと拡大しようかっていう感じで。なるほど。そう、やましくないでしょ。なるほど、すげえな、これ。はあ、え、これの、じゃあこれ、いやいや、こう、マッチョマスクのさ、マッチョマスクの胸板の厚さでも見てみる？お酸っぱいもいいぞ。このアングルよ。最高のアングルだな。これはちょっと好きな人はもう大好きだろ、このアングル。まあいいや、もうちょっといいや。ちょっと装備を整えよう。装備を整えよう。もう大丈夫です。もうわかりました。もう満足。R2 ボタンがとりあえずいらないってことがわかった。R2 ボタンは別にもう二度と使うことはないでしょ。うん。なんかでも R2 ボタンがさ、わざわざ用意されてるから、他にちゃんと使い道がある気がするけどな。例えばこういう看板とかさ、この看板を読むためにあるとかじゃないの。全然だな。マジでジェシカの体を見る以外にさ、役に立たなそうだね。おっぱいを眺めること以外に重要なことがあるというのか、いや、ない。本当にそれだけのための機能だね。
とりあえず、ちょっと装備を整えるわ。いつの間にか1000ゴールド超えてるし。海の魔物を倒すっていうミッションなんで、装備をちょっと整えようかと思います。マジで？バニーなんているの？バニーもいるんか。ちょっと寝に来た。ちょっと一旦寝て。これが謎だよな、未だに。ストライクゾーン広いね。このおばさん。よし、行こう。防具を買いたい。ちょっと防具買おうぜ。防具。道具は何売ってる？あ、キメラ買っとこうかな。キメラ、いや、1枚あればいい。薬草キューク。でしょ？そう、視点近すぎて、町探索できづらいです。あ、武器と防具両方やってくれてんだ。鎌売ってんじゃん。鎌売ってるよ。でも鎌は嫌だな。斧もあるぞ。うん、じゃあ斧はあるけど、攻撃力が2しか上がらないんだったら、まだドンキでいいかな。うん、できないと思う。ちょっと待って、設定って何？あ、これ画面サイズとかしかできない。ワイドにしても何も変わらんでしょ。ワイドにしたからってなんか変わる？変わらんでしょ。うん、変わんない。革の、あ、鎧、鱗の鎧、革の腰巻き、盾、これだな。そう、うん。防具だわ。火だめがでかすぎるから防具を買います。この盾。槍とかいらないよ。鎌とかもいい。まだドンキでいい。か、ちょっと鎌は使いたくないな。鎌使い、今のところなんか鎌に俺は魅力を感じないんで。歴代のドラクエでさ、鎌ってさ、ほぼほぼないから、この鉄の鎌の他にさ、なんか強い鎌とかがいっぱい出てくるんだから、売ってたらさ、ちょっと鎌も、あれだけど。ドンキがいいかな。俺、斧と、ドンキと、鎌って、三つの武器を選べって言われたら、どのゲームでもだよ。ドラクエだけじゃなくても、どのゲームでも、個人的な、好きなのってドンキなんで、ちょっととりあえずドンキでいく。斧、鎌、ドンキだったらドンキだな。まあ、こんなもんでいいんじゃない？で、袋から薬草を
また戻さないとね。失敗したな。でも本当は素手の方が、本当は素手が好きだけど。素手キャラ来ねえかなぁ。ゼシカはさ、なんか、いきなり会った時さ、メラ売ってたぐらいだから、あれなんか魔法使いっぽいからさ、なんか体術が得意そうなキャラクターが、来てくれると嬉しいけどね。もし体術が、得意そうなキャラがいなかったら、まあちょっと考えるかな。この港町はリーザス村の名士アルバート家、あ、なるほど。この町自体を作ったんだ。アルバート家が。船乗りのアイドルゼシカお嬢さん、なるほど、そういう感じか。それは言うこと聞くしかないな。ミステリードラマのでかいガラスの灰皿はないの？ミステリードラマ、あはは、なんで？でか、昔のあれでしょ？昔のヤクザの事務所とかにあったやつでしょ？よし、行こう。はい。倒せばいいんだろ、倒せば。なんかよくわかんないけど、モンスターを退治する羽目になったね。ここでこの音楽が流れるの？なになに？なんか、まるで今までがチュートリアルだったかのような、この、今からスタートですみたいな感じになっちゃうじゃん、この音楽流れてきたら。ねえ、そんな雰囲気が漂ってるよね。今からスタートですみたいな。チュートリアルに俺は散々苦労させられてたのか。これ多分この3人は最後まで行くんだろうな。ねえ。あ、もうそんな時間？あ、もうこんな時間なんだ。よし。どんな敵よ。ん？イカ？気に入らねえな。気に入らねえ。全く気に入らねえ。いつも断りなくこの、オセアーノン様の頭上を通りやがって、オセアーノン。全く人間ってやつは、しつけがなってねえと思わねえか。ああ、思う、前から思ってた。海に生きるものを代表してこの俺様が人間食っちまうか。ああ、食っちまい。オセアーノン。でかい。ゼシカは戦わないの？まあ、ボスなんで、とりあえず貯めよう。え？え？強っ。いや、あーくそ。待て。これ、初手だけだろ？初手で面食らわせるタイプの敵だろ？さすがにこれ連発してこねえだろ？あ、強い。え？強すぎない？
ハートブレイクなんか意味ないよね。いいダメージだけど、これ貯めるでやってった方がいい。なんでしたっけ、ぬるいシリーズ、なんでしたっけ。2828。いや俺は絶対こいつ倒すよ。焦んな。これは、焦らずに、じっくりと行こうか。もう一発テンション上げてみようかな。ちょっともう一回上げてみようか。どんぐらい上がる？初めて？俺初めて3回テンションアップさせる。どんなもん？いくつ上がんの？ 50 上がった。あ、これ あれ？これ 1？ これもしかして勝ち上？なんか絶対死なないようになってる？もしかして。そんなことないか。お、いいダメージ。あそこまで貯める意味あるかな。いいダメージ入るな。なんか過去作と違ってさ、もうマジでさ、戦闘をじっくりやる系のゲームっぽいよね。じっくり貯めるで、上げて攻撃するみたいなさ、そういう感じな気がするんだよね。これは、攻撃しちゃった方がいいね。ハートブレイクやる意味ないか。大丈夫。このリズムを保ってれば勝てるはず。このリズムを保ってれば負けないでしょ。なんか泥試合っぽくなるけど、これが確実だろう。この火力だったら。ヤンガスの方がダメージ入れられるから、これ先制してね。ちゃんと先制で回復してね。頼むよ。よし、オッケー。ああ。ハイテンション。そう。まあね、やっぱぬるゲーだよね。小学生でもちゃんと倒せるような、やっぱぬるゲーですわ。所詮イカタコ野郎だち。え、間違ってないよね。俺やってること間違ってないよ多分。ね、俺多分合ってるよね。俺やろうとしてること合ってる気がする。多分こういうゲームでしょ。システム派、この後のシリーズでも扱い微妙になるくらいには強いシステムだしな。お、テクニカルファイター、ゴールドハンマー。オッケー。さすがドラクエをやり込んでるだけはある。いや、強いんですね。お見それしました。いえ、ほんと。言い訳っぽいですが、今回の件、私のせいじゃないんです。そうそう。あいつのせいなんです。
この間、道化師みたいな野郎が海の上をスイスイ歩いてまして、人間のくせに海の上を歩くなんて生意気なやつだと思って睨んでたら睨め返されまして、それ以来私、身も心も奴に乗っ取られちゃった。船を襲ったのもそのせいなんです。てなわけで、悪いのは私じゃなくて、あの道化師の野郎。これがほんのお詫び。何？何くれんの？金のブレスレット。私は、この辺で退散しますね。いやー、皆さん、ほんとね、申し訳ないですね。初見殺しに会ってもらいたいリスナーさんもいるかもしれないんですけども、普通に倒しちゃいましたね。思ったより強いじゃない。正直あんまり期待してなかったらちょっとびっくりした。例えば、自己紹介がまだだった私はデシカ、デシカ・アルバート。なんていうの？ヤンガス・デガス、こっちはアッシの親分であるイレハの兄貴。魔物を倒してくれて改めてありがとう。これでドルマゲスを終える。じゃあ、いろいろ準備もあるし、一度さっきの港町に戻りましょう。私、船を戻すように行ってくる。うんうん。よし、これで仲間になったね。ね。そうだ。ヒレハとヤンガス？塔での約束忘れてたわ。盗賊と間違えちゃったことちゃんと謝らなきゃ。すんませんでした。このアングル何なの？これさ、わざとだよね。なんで、何？この頃のドラクエはさ、ちょっとエロ釣りでさ、物を売ろうとしてた時期なの？エロ釣りでドラクエのさ、販売本数を上げようって頑張ってた時期なのかな？明らかに狙ってるアングルが多いね。今、魔物を倒したお礼に次の出発は私たちの都合に合わせてもらうようお願いしてきた。鳥山先生の絵の力でしょ。なるほど。鳥山さんの、鳥山明のキャラデザでさ、こんな露骨なキャラって珍しいよね。この街でいろいろと準備があるでしょ。それを終えたら持ってきて。はーい。なんか準備あるかな？そうじゃなくてスタッフからのリクエストがあったせいです。あ、そうなんだ。ちょっと女を武器にしてるような、女を武器にっていうか、ちょっとそれ系か。なんか父出かけ？最初からスタッフと話し合って良くしようってのあったな。あ、そうなんだ。やっぱそういうことな。今までいなかったよね。言うても無印ドラゴンボールかな。無印ドラゴンボ、あ、まあ無印ドラゴンボール、そうか、言うても鳥山先生、そうか、思いっきりノーパン披露したりとか、とかしてたな、無印は。無印はさ、今や放送できない感じぐらいだったもんね。確かにそうだね。鳥山さん、あられちゃんもそんな、あった？無印ドラゴンボールは確かにそうだわ。まあ、すべて大体ブルマのせいなんだけど。え、なんか準備することある？ここ。ここでなんか準備しなきゃいけないことあるかな？あと。ここ見てないな。お、シビレンだ。あ、確かに。ウーロンが言い始めたんだっけ、パフパフって。亀仙人じゃないんだ。ウーロンだっけ。エロというか、アラレちゃん普通に裸だったり、局部晒したりしてたな、笑。海のしびれクラゲ。でも、偉大なるニュルニュル者の僕らのボスが。ボスが正気に戻ったのかよ。嬉しいよ、嬉しいよ。これで僕も懐かしい海の中へ。まずい井戸の水ともこれでさよなら。だったら思い出にもう少し飲んでいく。ああ。しびれんだ。これあれかな？ホイミスライムのさ、人気にあやかってしびれクラゲをここに配置したのかな。多分あれでしょ、ホイミスライムはさ、可愛いって言われてるけど、しびれんはさ、多分あまり評価されてないでしょ。しびれクラゲ押されてもって感じじゃない？ホイミスライムをさ、押されるのはわかるじゃん。
モンスター5とか6とかでさ、散々ホイミンって使えるよねってなるけど、シビレンが使えるって思ったプレイヤーはほぼほぼいないと思うので、ね、やっぱホイミンにはかなわないよね。シビレン俺好きだけどね。シビレン好きで使ってたけど。能力でシビレンがいいって思うキャラクターでもないからな。ここなんだ。お、スキルとは育む技術？スキルとは新たなる発見、その人の歩みし足跡なり。スキルのことなら、うん。何でも私にお聞きください。何について知りたい？スキルについて、ん？スキルについて。何？ちょっと待って、剣スキル。剣スキルを伸ばすことで剣で攻撃するときのダメージがアップ。はぁ、剣での攻撃時に会心の一撃が出やすくなったり、様々な剣、はい。剣スキルを極めていけば敵を攻撃するほどに体力を回復する奇跡の剣、ミラクルソード。真の強き者にしか使いこなせない究極の剣というのは最近の、ああ。なるほど。格闘。え？上級者向け？武器を装備していない状態での攻撃時に敵を与えるダメージが上級者向けなの？魔物に鉄拳を制裁加える聖剣好き。ああ。爆裂剣？パワフルスロー、バーニングバード。一点にすると、究極の投げ技を習得する。ちょっとごめんね、これちょっと見させてもらうわ。槍での攻撃、はい、そこまではわかる。うん、ここもわかる。一度の攻撃で何度も敵にダメージを与えるサミダレ好き。地獄のイカズチと呼ばれる技。地雷臭がするな。地獄のイカズチは地雷臭がするな。地雷臭がプンプンするんですけど、槍スキル。勇気。あー、ライデン、なるほど。勇者の呪文、勇者系呪文を覚えるってこと？この手に持つ剣に宿るしとき、すべてを破壊する怒りの剣となる。この手に持つ剣に宿るしとき？あー、やっぱこれ、この説明を聞く限りだとさ、やっぱ剣スキルと勇気スキルなんじゃないかな。次のスキルアップ。どのスキルの、何？次のスキルアップ、どういうこと？4のスキルポイント。ああ、なるほど、それが。ああ。頑張って育ててる打撃は、うん、打撃系武器を扱う技術、はい。はい。打撃系武器で攻撃するときの会心の一撃が出やすくなって、様々な打撃系の技、はい。中でも、敵を叩くほどにお金、あ！打撃系ってそういう感じ？地雷臭がするな。頑張って育てた打撃スキル、地雷臭がするな。
やっぱり斧なのかな。斧無双、ああ大打撃。究極の斧技。格闘は一緒？あ、一緒か。あ、違うんだ。キャラクターごと、キャラクター違うと格闘スキルでも違うの？忍び橋で強力な素手の技。あ、違うんだ。主人公の格闘とさ、ヤンガスの格闘で物が違うんだね。あんまり覚えてないけど、カブトアリハやっぱ結構使ってた記憶あるな。あ、そう。打撃、ちょっと打撃が、打撃系はちょっと、人情。ステテコダンス。自分の MP を人に託す呪文。ハッスルダンスは覚えないのかな。簡単ながら大切な呪文をいくつか習得。その人間に誘われて思わぬ能力、誰かの手、助けの手を差し伸べる。思わぬ誰かが助け、の手を差し伸べる。なるほど。とりあえず、槍？あ、鎌か。鎌と打撃はちょっと地雷臭がする。剣スキルを磨いて覚えた特技は、剣以外の武器を装備しているときは大体使えない。中には例外もある。だから新しい武器を買ってもすぐに古い武器を手放すのではなく、しばらく持っていた方がいい場合がある。使いたい特技に合わせて装備を変える。それが、玄人の戦い方。あれ？戦闘中にさ、武器って変えられたっけ？ FF みたくさ、戦闘中に武器、ちょっとやってみようかね。変えられる。変えられるんだったらいいんですけどね。ちょっとそれとかもやり方が今わからん。まあ、道具から選べばいいのかな。ちょっとその辺試そう。それによってスキル考えた方がいいな。そっか、武器を手放さなければいいの。じゃ、ブーメランとさ、剣持っときゃいいんじゃないの？だからボス戦とかは剣スキル、剣技を使って雑魚のためにブーメラン持っててみたいなさ、ブーメラン売らずに持っとけばいいとか、そういう感じじゃないかな。そんな気がしますね。あれ、船どこだ。船、ここどうやって入るんだっけ。この子は何を覚えるかだな。じゃあ急いで出発。ドルマゲスを追わなくっちゃ。その前にイレハたちにお願いがある。ドルマゲスを追ってるんだったら旅の目的は一緒なんだし、私もイレハたちの仲間にしてくれない？こう見えても魔法使いの卵。いいよ。はい。
きっといい旅になるわ。これからよろしくね。ああ、定番のこの音楽が流れるのね。かわいい。踊っちゃってる。踊っちゃってる。何ができるんだろうね。でも魔法使いだからな。あ、忘れてたわ。わしと姫の子、あ、ごめん、本当に忘れてた。だって何もしないんだもん、あいつら。南の大陸を目指して出発だ。怒りをあげろ。南。もうさ、スキルとか難しいこと考えず、ジェシカをいかに眺めるかだけ考えようと。ジェシカ？どうやったらジェシカのパンツ見れるかだけを考えてやる？こんなところにいたのね、男二人で何やってたの？何って、アシと兄貴はただ話をしていただけです。兄貴ね、そういえば聞きたかったんだけど、うん、俺も聞きたかった。二人は一体どういう関係？そうそう。この辺、やっと深掘りしてくれる？どう考えたって兄貴は逆に思えるんだけど。うん。ショーヤンガス、イデハの兄貴の旅のお供をしてるのにゃ、聞くも涙、語るも涙の壮大な物語があるでゲス。じゃあその辺から適当に教えてくれる。夏の盛り、遠くでセミが鳴いていたでゲス。それまでのしがない三、あ、やっぱ元山賊なんだ。山賊暮らしに嫌気がさした足は足を洗おうと住み慣れた町を捨てたでゲス。うん。夏の出会いだったの？ところが、この風景のせいか、どこに行っても山賊と恐れられ、人間らしい扱いをされなかったでゲス。やがて金も底をつき、空腹にも耐えかねたアッシは結局山賊に戻ることを決めたでガス。うん。イレハの兄貴に出会ったのはちょうどそんな頃でした。なるほど。山賊で帰り討ちに会ったのかい？ともれい。お前ら誰の許しを得てこの橋を渡ってんだ。許しも減ったくれもあるか、この辺りはまだ我がトロデン国の領地。気色悪い姿して王様気取りか笑わせだ。うん。山賊ヤンガス様の名はこの辺りにもちっとあしらわ、そんなことないんだろうな。ただの、何、え？有名なの？観念したらおとなしく通行料を置いていきな、命だけは助けてやるぜ。愚か者めそんな名前聞いたこともない。散々カッコつけよってアホが。人がおとなしくしていりゃ調子に乗りやがって、そういうことならこの俺や様の実力をその目に刻めつけてやるぜ、うん、またギャグ系の話かな。ちょっとギャグっぽい話か。え、これを助けてあげたってこと？自業自得というやつじゃな。世に悪の栄えた試しはなしと、昔の人はうまいことを言ったもんじゃ。うん。ニーティアや、怖い思いをさせてすまなかったね。トロデとミーティアがさ、まだわかんないね。気づかなかったふりで通過してもきっと神様もお許しくださる。ヤンガスと言ったな。イレハの慈悲をありがたく受け入れ、さっさとわしらの前から消えるんじゃ。せいぜい冗談じゃねえ。
なるほど、こっからか。頼む相手が違うじゃろう、うん、お前なんか頼んでね、あっしは入れ歯の兄貴の子分になる。ということで、ヤンガスはどういう人物なのか分かったわ。まあ、一山賊だったのね。話はまだ終わりじゃないでゲス。こっからが重要でゲス。それからマッシュは真人間としてのいろんなことを兄貴に教わった。もういい。続きはまた今度お願い。私ちょっと風に当たってくる。まあ、大した話じゃなかったな、確かに。アシと兄貴の兄弟仁義は所詮男同士にしか理解できない。ジェシカのパンツ見せてくれ。ちょっとどうにかしてね。なんかルーラで見れるとかさっき誰かが口走ってる人がいたね。どうやってルーラで見れるのかな。とりあえずね、谷間が見たい人には見せてあげます。R2 ボタンを極めたんで、俺。R2 ボタン極めたんで、いつでも谷間なら覗けます。わらわら。極め、R2 ボタンを極めし者なんで。あ、それとも私も入れ歯の兄貴って呼んだ方がいいかしら。いいえ。そんな風に呼ぶ柄じゃないもの。今ね、海を見ながらドルマゲスのことを考えていた。どうしてドルマゲスは南の大陸に渡ったのかしら。南の大陸でこれから何が待ち受けているか、それを考えるとなんだか胸がドキドキする。これ無知じゃない？ああ、無知装備なのかな？魔法使いのくせに無知持ってんだね。まさかとは思っていますが、あそこの海を見てる人でリーザス村のジェシカお嬢様、はい。感激だな。船乗りのアイドル、ゼシカお嬢様を、こんな近くで見られるなんて。衣装チェンジさせたいよね。やっぱり船旅はこうでなくちゃ。俺はこんな日に海を出ると、つくづく船乗りとしての幸せってやつを感じる。これ。違う違う。これなんで樽投げらんないの？もうなんで？30分延長しました。樽投げたいの？え、これなんで樽投げらんないの？え、この樽投げらんないの？マイエラ修道院に行って心を入れ替えるか、それとも勢いでパルミドまで行っちまうか、これ、ね、ここが運命の分かれ道。パルミ。これ船の中ちゃんと調べた方がいいのかな。これうちの馬車だよね。あー、なんかいっぱいあるじゃん。いっぱいあったよ。超あるじゃん。懐かしいですね。寝ない枠ですか？寝る。そろそろ寝ます。
ゼシカのさ、ステータスとかが見たいんだけど。この船、あ、お鍋の蓋だ。お鍋の蓋だ。これは多分ゼシカの装備だろう。切りきそうだもんね。そこにいる魔物のような格好の人が船長である私の部屋に居座ってしまって何度も出て行ってくれと言ったのに自分の身分の高いものにはそれなりの部屋が必要。自分の荷物を広げてすっかり悩んでる。いつまた人に迷惑かけてるな。いつすぐ人に迷惑かけるな。ん？治った治った、あ、何？なんか直してたのか。こいつが直ったところ。この釜、一見すると普通の釜のようじゃが、なんと伝説の錬金釜。うん。何のことか分かる前、簡単に説明する。はい。この錬金釜は材料となる二つの道具を入れることによって違う道具を生み出す魔法の釜。ほう。あれ、そんな要素あんの？この釜があればなかなか手に入らないような道具でも自分で作り出すことができる。旅立つ前に茨の呪いに侵された我が城からどうにかこいつだけは持ち出しておいて。あちこちガタが来てたのをわしが夜な夜な、なるほど。それで宿屋に泊まるたびになんか出てたのね。これを直してたのね。これそんな重要なのかな？一度使ってみるじゃん。操作は簡単。錬金釜。なんかやり込み系かな。やり込みっぽいな。南の大陸の船着き場に向けて、面かじ一発。なんかちょっとやり込み系だったらね、まあそんな、かな。なんかそれじゃないとさ、できない何かがあったりとかするんかな。錬金釜を使って、うん、やり込みではないかな。やり込みじゃないの？なんかやんないといけない感じなのかな？どうやら着いたようじゃな。それではわしとミーティアは町の外で待っておる。またいつかのように人々に騒がれても面倒だから。確かにあられちゃん走りしてんな。で、その錬金釜ってやつはどうやって使うんだろう。あ、いるいる。やっぱ無知装備してんじゃん。あ、素早い。素早さと賢さ。ああ。魔法系だな、完全に。呪文は？あ、呪文何も覚えてないんだ。移動系呪文が覚えてないってことは、メラ・ルカに。スキルは？お色気？お色気って書いてあるんだけど、どんだけ？スキルにお色気ってあるんですけど。探検スキル、無知スキル、杖スキル、格闘スキル、お色気。なんだお色気って。なんか気になる。お色気ってあれかな？
あ、でもなんだろうな。ちょっとわかんないな。お色気。敵を誘惑したいとかでしょ？お色気だから。なんかダンス系かな。メダパにダンスとかさ。それ系かな。単純に誘惑とかするんだろう。あともしかしたらあれかもね。あれ。クロノトリガーのさ、あったじゃん。アイラ。アイラ、アイラ？アイラだっけ？クロノトリガーの、あの原始人。あいつみたいな技を覚えるんかな？色気使って物盗んだりみたいな。あ、アイラじゃない、エイラ。お色気でなんか盗んだりとかするんじゃない？そんな感じがしないでもないね。あー、ちょっと物を売ろうか。ちょっと揃えたいね。ちょっと時間かかる。身につけていると守備力が上がる。純金製の腕は。盗賊の腰に弾。金のちょっとね、そう。やっぱ魔法使い系だか、あー、そうだね。守備力を上げた方がいいな。てか、お鍋の蓋もういらないんだ。進捗はね、今ゼシカを仲間にした感じで、あと、錬金釜とかいうやつと、まあそんな感じですね。進行度的にはそんな感じで。やっぱ仲間が増えてさ、新しい土地に来ると、テンションが上がりますよね。ゼシカは買っといてあげた方がいいだろうな。川の腰まで。
本当からとか開けられないのかな。ひでえことするな。商売人の樽とか壺をガンガン割っちゃって。これは私の宝箱なんですが、鍵をなくしちゃって、中身はどうでもいいんですけど、宝箱は使えないと商売にならない？誰かこの宝箱に合う鍵を持ってる人いないかな？いると助かる。鍵？鍵？無知。無知か。なんかあの好き。インフルエンサーにするとは情けない。いやいや大丈夫。入れ歯をにこだわってるから大丈夫です。こだわり持って入れ歯ですよ。問題ないです。これどうする？鍵が鍵を持ってこい的なこと言ってるんだけど、これ今はできないんだろうな。多分覚えとくといいんだろうなこれ。鍵。宿屋も一応見とくか。盗賊から足を洗うか、それとも、ああ、これさっき聞いたね、これ。ん？何くれんの？おお、鉄の、あ！あーん。熟練の盗賊ならその鉄の釘を使って、鍵を開くことができる。うまく何か別のものと加工すれば素人でもできるかもしれない。まあ、あとは自分で考え。これ、あれじゃない？なんか作るんじゃない？マイエラ修道院にトータル、オディロー委員長、そりゃもう大変立派。修道院の場所を知りたくば、この建物の鉄砲に登る。毎日飽きませんと、ああ、眺めて。これさ、さっきの宝箱の下りといいさ、絶対そうだよね。多分このまま、あ、ほら、錬金釜に入れてみようって書いてあるわ。錬金釜に入れてみようだって。それで鍵作るんじゃん。なるほど、錬金釜のチュートリアル的なイベントか。ね。いやでも、あの宝箱の下りからさ、鉄の釘言われたら絶対そうじゃん。まあ優しいね。もし、錬金術に興味があるなら、とにかく世界各地の本棚をよく調べてみる。いろんな場所に錬金のためのレシピが隠され、レシピを見つけたらその内容を忘れないようにちゃんとノートにメモっておく。この街で売ってるブロンズナイフも、
ブロンズナイフ。錬金の素材にいろいろ使える。なるほど、これヒントブロンズナイフじゃない？ブロンズナイフと鉄の釘で合体させるとか、そういう、錬金釜って何かと何かを合体させるとか、そういうことじゃないのかな？ブロンズナイフが必要っぽいな。青銅騎士団って知、いや知らん。だったら教えてあげるわ。青銅騎士団はマイエラ修道院にいる。マイエラ修道院っていうのはほら、あそこ。日々修道院の治安と、オディオ修道院長様の命をお守りしているのが青銅騎士団。うん。強くて、頭も良くて、エリートで、しかもみんな超イケメン揃い。お前らね、修道院。あなたも一度見に行ってみた。私なんて毎日ここから、マイエラ、お前らに似てるね。なんかお前らっぽいね、確かに。眺めてる。なるほど。とりあえず修道院を目指せばいいんかな。その前に、ちょっとブロンズナイフだな。ブロンズナイフを買おう。ブロンズナイフと鉄の釘じゃねえか？ブロンズナイフいくらすんだ？で、馬車に行けばいいのかな？錬金釜って、馬車だよね、多分ね。トロデに話をかけないといけないんでしょ？いや、ちょっと一旦外出ればいいのかな？どうやって外出んの？あ、ここ、あれ？ここ突き抜けられんのか？やってる。なんか待っておった。まさか忘れちゃおらんだろうが、錬金釜じゃ。錬金釜早速使ってみるがよい。はい。何を作っていいかわからん。ええ、情けない。錬金のヒントはどこにでも転がってる。その目と足で探し回るのじゃ。とは言っても、うむ、今のお前の持ち物で面白いものできると思う。なるほど。船着き場の中に戻って錬金のヒントを探してくるのじゃ。ああ、なるほど。見つけるまでここ進まないんだ。この鍵を作るっていうイベントを終わらせないと先へ進めないらしい。ブロンズナイフだろ。ブロンズナイフだよ、絶対。いくらする？高えな。え？高いんだけど。買えなかったらどうすんの？これ。え？高いんだけど。ちっちっち、間違った。え、鉄器売れちゃうの？え、ダメダメ。え？え、鉄器売れるの？イベントアイテムでしょ、どう考えても。え、なんか不穏なんだけど。違うのか。これ。
めんどくさいな。ん？お、掴んできたという顔。釜に道具を入れてもすぐに新しい道具ができるわけではない？道具を入れた後、旅を続けていれば出来上がり？錬金釜が教えてくれよう。作戦から錬金釜が使えるようになってよ。とにかくやってみること。はぁ、あ。え、でも話が進んだってことは合ってるってことだよね。作戦？作りたいものをイメージしながら何を釜に入れるかじっくり考え、はい。いや、だから鉄の釘とブロンズナイフじゃな？なんで？え、これしか、これでしばらく？すぐに答えが出ないのが嫌だね。でもまあ、鍵が手に入るんじゃない？多めだもん。やば。ガンガン行こうぜになってる。ルカに使えるのはいいね。え、でもゼシカってさ、これ魔法使い系ってさ、何スキル？あ、リメイクはそうなんだ。でしか魔法使い系でさ、魔法を覚えたいのにさ、何のスキル上げればいいかわからんな。武器のスキル上げて魔法を覚えるんかな。とりあえず修道院に向かおうか。未だに世界地図が手に入っていないっていうのが何なんでしょうね。ちょっと、ゼシカどうしようかな。あ、杖か。もしかしたら杖スキルとか上げると魔法とかなのかな。ちょっとわからんな。リンリン。電電流。火力が低いな。弱すぎる。メラが弱すぎる。ゼシカが弱すぎるんですけど。マニュース入っちゃったよ。え、まだムチ振ってた方がいいんじゃないね。え、やばい。え、やばい。え、強い？こいつ強い。ちょっと逃げよう逃げよう。ちょっと逃げよう。無理無理。3体は無理。これ無理だわ。え？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 
か、確定じゃないの？え、嘘？逃げるの確定で逃げるんじゃないの？え、今までは何だったの？今まで確定で逃げれてたんだけど。え、このゲーム絶対逃げれるんじゃないの？いや、これ無理だよ。強すぎるんですけど。いや、買い物しといてよかった。え、どこに戻されんの？これ。どこだ、ここ。全員復活し、え、これどこ？今の港町？か。この人ってセーブしてくれる人？全滅、全然言う、高いね。あいつ強すぎるでしょ。強すぎるし、ゼシカよ、ちょっと弱いね。ということで、ちょっと終わりにするわ。4時間です。3時半なんで終わります。予定よりちょっと伸びちゃってたね。ここで終わるわ。次回この続きやります。いやー、そう。お疲れ様でした。はい。雑魚敵が強いな。いやでもちょっと面白くなってきたね。この錬金釜システムがどう転ぶかっていうのと、まあゼシカが仲間になって今後どんな感じに成長してくれるのかとかが気になりますね。まあ共通の敵もわかりやすいんで話はそんな難しくないのかなっていう感じはします。また、やってるのを見かけたらお声かけください。ありがとうございました。コメントしてくれた方と広告入れた方くれた方もありがとうございました。お疲れ様です。